さあ、あのですね、はい、これは本当はあの短い話なんですけれども、まあ、大阪で今も現在やってはるある芸人さんが、うん、これ清水さんっていう芸人さんなんですけど、うん、その芸人さんっていうのはもうすごくこう悩みやすい体質なんですよ、うん、でもちょっと仕事でうまいこといかへんかったらもうすごいこう悩みあるんですよ、割と内部ナイーブなんですよ。ほんである日その清水さんが中江後輩のところに電話がかかってきて、うん、俺今から死ぬと、俺もあかん、俺も今から死ぬ、兄さん何言うてまんねん、青なこと言いなんな、今どこですか、もう俺は川べりに今立ってると、今から俺は入っていくって、やめこっちはそれ、やめなあれ兄さん、やめなあれ、今までありがとうなって清水さん電話切って、で川にうわー入っていったんですよ、うわー入っていって、で向こう岸ついてもらったうわもう切ないなそれいやいやよかったまあね神に生かされたんですよ、ね、はいじゃあ行きますか、はい、よしじゃあそうそうあかんじゃん、はい、じゃあですね小学校の時の話なんですけども、うん、まあ、あのその時に住んでた家がですね、うん、まあ、もちろん実家なんですけども、おじいちゃんがまあ建てた一軒家なんですよ、うん、まあ、一軒家なんですけども、そこ2世帯なみたいな感じで住んでたんですけど、なぜ、うん、か風呂がないんですよ、うん、風呂がなかったんです、なんで銭湯で行ってたんですよ、うん、まあね、はい、うん、でまあ小学校3年か4年の初めぐらいまでちょっと恥ずかしい話なんですけども、女風呂一緒に入ってたんですよ、母親と。あ、でも、まあ、一緒に結構お風呂屋さん行ったらね、うん、そういう子いましたね、うん、でまあさすがにちょっとまずいんじゃないかと思ってきまして、うん、もうある時からその俺男風呂一人で俺入るよと、うん、もう大丈夫だよ俺っつってなってたんですよ。で、まあ、やっぱ母親心配だったんでしょうね。それから2、3ヶ月ぐらい経ってからまた一緒に行ったんですよ、母親と、うん、そしたら今日は来なさい女風呂にと、うんうん、背中もちゃんと洗えてないだろうから、うんうん、心配だと、うん、そしたらもう「分かったよ」っつって俺もガラガラって入ってったんですよ、うん、そしたらやっぱ、バンダイのおばさんが「うん、あれ?」と「ちょっと待って」ってなったんですよ。さすがにもうね、うん、僕は男風呂の方に行ってくださいみたいなことを言われちゃったんですよ、うん、ね、うん、でも母親は、まあ、ちょっと違いますと、今、うん、男の子ですから言ってもそんな変なもんないですし、うん、心配なんですと、背中を流してあげたいので、うん、今日はちょっと許してあげてくださいと、うん、一緒にいいですか、まあなんか問答があって、うん、なんとか OK になったんですよ。でまあ僕は女風呂の方行きまして、一緒に行って、まあ浴場行こうとしまして、まあ僕服脱いだんですね、うん、で腹部下まで脱いだら勃起しちゃってたんですよバンダイが「いや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 」って言って「男風呂へどうぞ」って言われてその退場になったんです。その3ヶ月が少年を大人に変えたね。3ヶ月がね、どうしてダメか久々に入ったらこれ女っていう感じで見ちゃって「男風呂へどうぞ」って言われちゃって、それは分かんない。少年ってねたった3ヶ月でね。よいしょ、翔ちゃん、おお、わあ、ごめんなさい。じゃあ天然のまた、はい、方での話しまでいいか。はい、太蔵っていう後輩がいて、まあ弟のように可愛がってるんですけど、うん、はい、これも大概の方なんですけどね、うん、はい、四国出身で、はい、方言で、はい、まあダメですっていうのをいかんっていうんでしょうね、うん、でなんかすると常にまあ先輩なんでいかんすっていう、うん、何をしてもいかんすっていうんですけど、うん、ものすごいでっかいイカンスを聞いたことがあるんですよね。でっかいイカンス、ものすごいでっかいイカンスだったんですけどまあ4畳半のアパートに住んでる時に、はい、まあその当時携帯なかったんで電話して今から行くと、はい、で行ったらコンビニかどっか行っとったんですよ、はい、で鍵かけてないんですよね、うん、基本アホの、うん、家なんで、はい、でバーって入ったら4畳半のところにね、はい、でテレビがあるんですよね、はい、でまあ後輩2人と行ってて、はい、まあこれは普通に待っててもしゃあないなっていうことで、はいはい、テレビにまず電源入れまして、ほんで、ファミコン、その時ファミコンで入れてゲームを流してたんですよ、うん、はい、でその前に扇風機を置いて、うん、で扇風機の上にジャンバーかけて、はい、まあ、でちょっとね上にティッシュの箱とか置いてカンカン棒をかぶして、はい、でまずスイッチ入れるんですよ、扇風機の、うん、で首振ったら、うん、おっさんがねこうゲームしてるように後ろからって見えるわけですよ、なるほど、こうと。で電気も豆球というか、まあ、ちっちゃいやつにして、うん、はい、で入ってたとか見えへんとこにこう後輩と隠れてたわけですよ、はい、うん、態度が返ってきまして、うん、で
なんやっていう声が聞こえて、うん、おっさん誰やっていう、うんうん、騙されるね、もうおっさんと決め打ちですね、おっさん誰や、ゲームしたらあかんやろ、うん、俺の家や、うん、出なお前怒るぞっていうのが聞こえてずっとここ隠れてるわけですよ、はい、笑いをこらえて、うん、で男気出してラー言うて扇風機に向かってバーンって体当たりしたんですよ、ほんなら扇風機ブルルルルって言うだけですよ、ブルルルル言いながら僕が隠れてるこの下でブルルルって僕と目が合った瞬間、僕に向かっていいかこれは史上最大の遺憾、ね、なるほど、こういういたずらはいかんすよ、一瞬にして理解したんや、一瞬にしてヨウちゃんがやったんやったんだと、なるほど、あれはびっくりしました、魂の叫び、魂の叫びいいか、じゃあいきますよ、はい、よいしょけど、はい、へいへいへいに、はい、へいへいと、まあ、僕ちょっと音楽番組やらせてもらってますけども、はい、そこに矢沢永吉さん、はい、A ちゃんが来た時の話なんですけど、はい、矢沢さんがやっぱこれはテレビだと、はい、テレビといえども僕はやっぱりそのライブのミュージシャンだから、はい、お客さんもいるしライブ感覚でやりたいって言って、はい、でも本当はそんなことは台本になかったんですけど、なんかもう楽屋からもう前奏をかけてくれたら走っていってステージ飛び出して歌うっていうのをこれやりたいんだけど矢沢どうかなみたいなで矢沢さん言われたら誰も断れないんで、あぜひそれじゃあお願いします言って、で楽屋の時から前奏バーン流してえちゃんブワー走っていったんですけど間に合わなかったんですすべきやっぱ方ですよね。すごいなっていう。すごい。あれはすごい。すごい。先生。さあちょっとばらつきが良くないのでね。ね、そろそろ。あ、上がりじゃん。10年くらい前に、うん、テレビ朝日の虎ノ門っていう番組のネタ見せに呼んでいただきまして、僕も好きで見てた番組だったので。結構嬉しくて緊張してたんですね、でネタ見せ当日15時入りだったんですけど、うん、僕10分くらい前に到着しまして、うん、ただ結果的に僕このネタ見せ5分遅刻することになるんですね、というのも、うん、受付について虎ノ門のネタ見せに来たバカリズムですって言ったら30代半ばくらいのなんか不愛想な警備員さんが、うん、えって誰って聞き返してきたんですよ、まあまあこういうことってよくあるんですよ、売れない若手の頃は、まあそれはもう別にね、普通の大御所の方だったらこんなことないですし、それは売れてない僕が悪くて、売れてないのは僕が面白くないからであって、これはもう仕方ないということで、もう一回丁寧に虎ノ門のネタ見せできたバカリズムですってもう一回言ったんですよ。そしたら帳簿を見て、あ、ちょっとないですねって言われたんですね。いや、そんなわけないと思うんですけどって言ったら、え、番組名はって言われて、虎ノ門です、名前はバカリズムです、スタッフの名前わかるって言われて、誰々さんです、あ、やっぱないですねつって閉じて別の作業を始めたんです、うん、いやちょっと待ってください、うん、え、これもう僕じゃ入れないってことですか、うん、って言ったら、いやないからねちょっと切れ気味で言われたんです、さすがにこれカチンときまして、はい、いやまあ名前がそこに書いてないのは分かりましたと、うん、書いてないんでしょうと、だったらそれ手違いじゃないですかねと、うん、可能性で考えてくださいと、うん、僕が名前もないのに、うん、嘘をついて入ろうとして中で悪さする可能性と、うん、それがスタッフさんがたまたま何かの手違いで書かれてないという可能性、どっちが高いですかと、うん、これは後者でしょうと、うん、僕別に無理して入れろって言ってるわけではないんですと、うん、ないならないでそれは手違いの可能性もあるから、うん、ね、まあ、何か電話するだとか、うん、他の警備さんに聞くだとか何かしらもう一つやることあるでしょって、うん、ただ名前がないからって追い出すのはもう雑じゃないですかって言ったんですよ、うん、そしたら、いやもうこっちも仕事だから名前ないと入れられないんですよ、うん、仕事だから、なるほど、あなた要するに仕事を全うしているということですねと、うん、だったらあなたのそのずっと終始面倒くさそうな態度もこれ仕事のうちなんですかと、うん、
あなたの警備会社でそれはもう義務付けられてる態度なんですかと、そういうふうにマニュアルに書いてあるんですかと、ね、自分の持ち場も面倒くさそうにやるようなやつに仕事だとか言われても何の説得力もないし、都合のいい時だけをね、仕事を盾に使わないでくださいよって言ったんですよ。そしたらこの警備員さんがちょっと面倒くさいなと思ったんですよね、うん、じゃあ分かりました、内線で電話しますよ、うん、じゃあってなんだよと、うん、じゃあもういいです分かりましたと、ね、もう帰りますと、うん、警備員さんが警備員さんの仕事として僕を不審者とみなしたんでしたら、はい、うん、僕はもう不審者ですから帰りますよ、ただこれだけ忘れないでくださいと、あなたの雑な仕事によってこれ若手芸人のチャンスが一つ潰れたということだけ、はい、覚えておいてくださいね、うん、つって僕はテレビ局を出て、はい、タクシーに乗ったんです、はい、というのもあのこのやり取りの前半部分の可能性で考えてくださいと、はい、僕が不審者だという可能性と手違いだという可能性、どっちが高いですかとか言ってる時に気づいたんですけど、そこあのテレ朝じゃなくて TBS だったんですね。うっかりミスで最悪や。うわ、今緊張して TBS に行っちゃった。最悪。TBS の受付でテレビ朝日の番組言うと思ってたんです。でもあるわけないです名前なんて。ないないそら。うわって思ったけど、もう引っ込みもつかないし、何よりもそこがどこのテレビ局であろうと、この警備員の態度は許せないと。もうちょっと文句言いたいと。この警備員の態度はここがどこの局にしろおかしいということで、もうバレないギリギリのところで、テレビ局の名前を出さずに散々文句言って、で、まあ名前あるなしの話からうまい具合に態度の話にすり替えて帰って電話されたらあかんもん。そうで電話しそうになったから待って待って待って止めて阻止して諦めるふりをしてそして最後に決め台詞を吐いて速やかにタクシーに乗って本当のテレビ朝日へ向かって結果的に5分遅刻して、いらんことしゃべるから最悪や、素敵じゃない選択肢や、もう顔に出したらいけない、バレるバレる、でも言いたい、よう取り切ったなあそこ変な正義おかしい、あーびっくりした、それはちょっと予想つかなかった、間違ってから押した、間違った気づいてからが長かったカットしたら間に合わせる何年ぐらい前かな、はい、4、5年だ、電波少年僕チラッと出た時は、でその時にあれね、ロスかどっか行ったのよ、はい、でロスからまたその飛行機でちょっと移動せなあかんことになって1時間か1時間半とかそんなもんなんで、はい、で松本さんすいませんと、ちょっとそんな大きい飛行機でもないんで、はい、あのマネージャーさんとかスタッフとちょっと離れて一人で座らなあかん、席がうまく順番取れなかったんですけど、どうですかって、まあまあその1、2時間ぐらいのことだからかめへんよって言って、で周りまあ外人ばっかりやってんけど一人でこうそうやってたのよ、ほんならあのちょっと出入り口のとこで一人で自分の席与えられたんでね、こう座ってたらあのスチュワーデスが来て英語でなんか俺全然英語わからへんけど、とにかく多分あんた英語喋れるかと、はい、で喋られへんねやったらここおったら何かあった時に皆さんを誘導する側にも回らなかったから英語喋られへんやったら違う人と変わってくれみたいなことを言うてて、で、あ、分かった分かった、何となく分かったから、じゃあ変わるわ、向こうのなんか外人と変わらされたのよ、その時にまあ俺その買いたてのまだ一口も口つけてない水をね持ってたから、それを持ってもこう移動したのよ、で椅子その外人と変わって自分が座ってその前のとこに水を入れよう思ったら全く同じ水で、はい、もうちょっとしか入ってへんねん、はい、それを忘れとんねん前の男が、はい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 、忘れとるかなと思ってんけど英語がとにかく喋られへんから、はいはい、もうええわと思って待ってたらスチュワーデスが戻ってきて、はい、多分その男に水を忘れたから取ってきてくれって言われたんだね、はい、でバーって来て俺の真っさらの水を持って、はい、バーって持っていくねん、はい、でももう英語が喋られへんから、はい、あーいって言うねんけど何にも用意はんねん、でうわ俺も英語が全然わからん思ってこんな隣の親子がね、はい、親子がおったのよ、はい、外人の親子の娘がクス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 って笑って、はい、パパこの東洋人かわいそうだよほな親父がそんなことで笑っちゃいけないよみたいなことでクス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 笑われてんねん、腹立つなあ
ー思っててんけどもう何にもできへんから、はい、なんか喉がものすごい渇いてきて、はい、うわ喉渇いたなー思ったら飛び立ってから、はい、そのスチュアーデスがカラ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 なんか持ってきたわけよ、はいはい、もうなんかちょうど喉渇いたからええわで英語は全然わからんから雰囲気で何や言うてたら、はい、結局俺その水的なものがいらんっていうことになってもうてて行かれて、今度来た時絶対言うたねと思ってたんですよ、はい、ほんならまただいぶ経ってからまたカラ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 って来たから、はい、今度はもうイエスだイエスだ言うたら、はい、こんなでっかいクッキー渡されて喉カッカラでほんなら横の無線面がまたクシャ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 パパーって最悪やったねやだなきついじゃあ行きます行きましょうはいお、分かった竹若さん竹若でございます、はい、ですね、はい、まあ天素の話なんですけども、はい、天然素材でやってまして天然やってました、ね、で天然劇場っていうのをね、はい、やってたんですね、はい、でまあその劇場の内容といたしましてはまあ言うたらお芝居、はい、集団コント、はい、でダンス、はい、まあこれがあの言うたら大きな柱やったわけですね、はい、でまあ当時僕らはそのダンスとかお芝居とかちょっとこう疑問持ちながらやってたんですよねまあお笑いやからみたいなこともあってありましたね、はいはい、でもその中でも大輔は結構お芝居に関してはすごい真剣に真剣にねひたむきに取り組んでたんですよ、はい、だから結構役柄も大輔はすごいええ役柄であったり重要な役柄をね与えられてたわけですね、そうですね、でまたあの新しく天然劇場やりますよって言った時に、あまた今度大輔主役なんやろなと思ってたらその時の回は主役はバッファロー五郎木村君やったんですよ。そうですね。はいはい。でまああのお芝居の内容的に、宮迫さんとか原西とか、はい大輔とかがいじめっ子役で、はい、でそれで木村君をいじめてみたいなそういう役柄で主役が木村君やったんですね。はい、いじめられっ子の木村君がまあラストシーンではもう感情が爆発してでも涙ながらに。言うたらその思いの丈を語るといじめっ子たちに語るというまあお芝居内容やったんでまあ一生懸命頑張って練習してザあのいざ本番が始まりましたとで天然劇場は1週間ぐらいあるんですね公演がはいはいでまあ1日目木村君そのラストシーンで泣かなあかんとこ泣けなかったんですよいややっぱりねそのなかなかお芝居にこう入り込んでっていうのがやっぱりお笑いやってるもんからしたらなかなか難しいということでいやでも2日目頑張ろうみたいな感じになってでも2日目も泣けず3日目も泣けず、うん、もう4日目も全然泣けず、うん、もう演出の先生とかももう頑張ってくれと、はい、まあみんなも応援してたんですけどなかなか泣けない5日目も泣けないということでで6日目、うん、木村君あの当時あの彼女だった今の奥さんですけどねお招待客で読んだんですよ、うん、ほんならそのシーンでいとも簡単にボロ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 泣いたんですよ、うわ泣きよった、うん、で僕らはこいつ現金なやつやなと、うん彼女を産んでる時だけ泣きよってずるいやっちゃうででもお客さんはおーってなってるんですよ、うん、あですあすごいもんやなってやっぱ涙一つでお芝居っていうのはこんなに変わるもんやなんやなとか、うんまあ、感心しててパッて大輔見たらすごい目見開いて木村のことめっちゃ睨んでるんですよ、はい、でどうやら大輔の感情としてはお前なかなかやるなみたいなでも芝居では絶対俺負けへんからな雰囲気めっちゃ出してるんですよでやばいやばい大輔やばいって思ってて大輔あのいじめっ子の役やでって思ってたんですけど大輔グワーやったら涙ボロ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 なんでなん泣けるかっていういじめっ子といじめられっ子ボロボロを泣いてお芝居続いてなんでだおかしいですいじめっ子泣いてんの何この芝居みたいなってはい演出の先生が終わった後ババチビラほど怒った感情がおかしいよなんでなんで負けたなかったみたいですよじゃあその主役取られたっていう悲しさもあってんけどあみんなの注目が木村さんに言ったことが寂しかったんですよほんでなんか泣きあったから、うん、あすごいなと思ったら悔しなって俺も泣けるかなと思って俺も舞台で涙って流せんのかなもうやったらポルロー行けた俺も泣けた芝居台無し台無しですか走ってきておらなんで泣いたんやおかしいでしょいや俺も泣けるかな思っておかしいやろふざけんなめっちゃ怒られたっていう、はい、本当すいませんでしたいやいやはいはいじゃあさあじゃあ続いてちょっといいっすか
これまたつい先日の話なんですけど、はい、たまたま、はい、2日ね、うん、休みが、はい、あったんです、うん、ね、うん、なかなか連チャンってないじゃないですか、はい、ないですね、はい、あったんですよ、うん、よっしゃと、うん、ここでなんとか、うん、次の日の昼から仕事なんですよ。だから、なるほど、2日半、2泊3日で、はい、沖縄宮古島に行こうと。ほんで後輩にちょっと連絡取って誘ったら、うん、3人行けると、うん、はい、ジュニアさんマジですか、うん、ほんの休み取れたんですかって、うん、それも夏休み終わってしばらくした時とこやったんですよ。なるほど。ほんで、あ、行けます行けます行きましょう行きましょう言ってなったんですよ、はい、やった思わぬ休みですよ、はい、でよっしゃー言ってよ、ね、うん、さあ当日楽しいなー宮古島やでー言ってー、もう若干こっちは肌寒いけれども、はい、向こうはそれはもう常夏ですから、はい、楽しいでー言いながら、羽田空港向かってたら高速で事故してたんですよ、うん、あやばいぞやばいぞ言いながらもなんとか10分前ぐらいに羽田着いたんですよ、うん、でよかったよかった言って、手荷物検査通って、はい、ほんならね、まあ、我々もまあ、手荷物検査通ったりなんかしてたんで、まあ、時間も迫ってたんですけど、うん、動く歩道、ありますよね。向こうから、はい、宮古島行きの方、お急ぎください宮古島行きの方、お急ぎくださいって、我々のこと言われてるんですよ。ね、あ、急がなあかんと。うん、確かにもう、4分前とか、うん、それぐらいだったんですよ。動く歩道って、うん、ね、うん、まあ、なんていうんでしょう、暗黙のルールとして、うん、左側、はい、全然急いでない時間に余裕のある方、はいはいはい、右側急いでる方、はいはいはい、っていうことでしょ、はい、宮古島行きの方お急ぎください言って、あーすいません言ってわーって後輩と走ってたら、はいはい、目の前に全く動かない男性がいるんですよ、はい、ね、ほんで宮古島行きの方お急ぎください言っても結構こうな感じで足音で気づかさな、うん、はいはい、どんどんどんってやるんですけど、うん、全く動かないんですよ、うん、それがパイロットなんですよ、そこの航空会社の、なるほど、ほんでもってなって、ずっとこうやって宮古島行きの方お急ぎくださいって言うてるんですよ、悩んだ自分のところの部下が、うんうん、おいってなって、うん、はいはいはい、ほんで行ったんですよ、うん、ほんで5歩ぐらい行ったらチッ、うわ、ほんであかん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 ってなって、何、うんうん、何って言ったら、言い方があんだろ、言い方が、パイロットですよ、そこのもうエリアですよ、その航空会社のもうとこですよ、言い方があんだろ、言い方が、いやいや、もうこれね、社会生活における、左側時間ある方、はい、右側急いでる方、これもうルールやと、はい、うん、ね、ルール、はい、そういうもう規則やと、はい、それが守られへんような人に言い方も何もないて、うん、って言って、はい、それだけ言って、うん、骨ももうすっきりして、はい、行きかけたんですよ、はい、ほならお前誰だよ、うせてきよるな、いやいやもうあかんだって、おいってなって、うんうん、いやいやお前とこの飛行機に乗んねんと、うん、え、うん、我々はお前呼ばわり、客をお前を呼ばわりするやつに命を預けんのかと、これはもうあかん、うん、もう徹底的にもう許されへんってなって、うん、はいはいはい、どうしよう思って、でもたまたま取れた2日のやつなんですよ、大事や、そこやな、常夏が待ってんすよ、これ徹底的に言ったらもうこれはもう、もうなしなんですよ、どうしよう宮古島行きの方お急ぎくださいって、どうしよう、でもこいつは許されへん、どうしよう思ってバッて後輩見たら、もう後輩がもうめっちゃ悲しそうな顔してんすよ、メガホや、もめんといてくれ、でどうしよう思ってもうって言って飛行機乗ってたんですよ、まあな、追い詰められた時って言葉出えへんもんね、出えへんし、やっぱり宮古島には負けんねん、行きたいねん、でもなんか言いたいねん、でも言いたいねん、うわーなってもうまあ行きたいもんな、旅行は絶対に行きたいねん、絶対に行きたいねん、絶対に行きたいね、そこでやって、そのもうそれはな半日ぐらいで終わるやろうし、そっから
まあ言うたら2日どうすんねんみたいな、気分悪いだけですからね。そりゃそうやな。パイロットは勝った思ったでしょうね。そうや、あいつもうだけで終わらしたって、俺は本当にないもん、はい、ほんまにどうしようか思って、うん、まあ名前も全部聞いて、へ、うん、えー、まあこれはもう大人の判断に任せますけど、はい、大人じゃなくて俺の判断でもダメだと思う。これを離陸させるかどうかは大人に任せますけども、ここの滑走路だけ走らせたくない。その話は、はい、そうですか、はい、口コミで広げていきますけど、はい、じゃあちょっと僕ダイエットしては太って、ダイエットしては太ってっていうので、はい、結構繰り返しててもうミママックスで太ってるんですけど、やっぱ太ってると坂道とか階段とかダッシュっていうのが異常に弱くて、で死なしゃあない状況でそれをやってしまうと体のどっかからわけわからん音が鳴るっていうのがあって、今人生で何回か鳴ってるんですけど、1回目はあの新幹線これに乗らないと絶対間に合えへんっていうのにブワー走らされて、マネージャーにブワー乗った瞬間にまあドア閉まるみたいな、ほんでもうそっから動けなくて胸苦しいし、うん、ってなってたら体のどっかからヒッヒッってなったんですよ。ヒッ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 、汗バーかいてヒッ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 って、もうしんどすぎて、もう意味がわからないんですよ。どこからやねんだから。いや、わかんないですよ。ほんで席行くから、席に座るから、もうこないしながらヒッ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 って、もうなんかおっさんとかこうやって見るぐらいヒッヒッってなって、フィッ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 って、だんだん京都の手前の、まあ、言うても分からんと思うんですけど、高槻のジャスコが見えるところら辺でフィッフィッって小さなっていった。これが1回目やん。2回目が、あの、これここでも喋らせていただいたんですけど、ゴミ捨てで僕9回やったんですよ。ほんで、あのエレベーター点検中やって、でもう階段で行ってくるって言って、嫁にバーってもう階段降りたんですけど、もうフラフラになってて、ほんで次、まあ、階段で9階まで上がらなあかんけど、3階ぐらいの踊り場でもう胸苦しなって、おーおーってなった時はフォヒー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 ってこれはなったんです。これ2回目2回目で、この前あの3回目がなったいう話なんですけど、春に引っ越しまして、でちょっとあの西宮っていう方のところに行って、あの山手の方に変わったんです。で結構坂道が長くて、坂道がザーッとあった200メーターぐらいあって僕の家みたいな、うん、でまだそこから坂道は続くんですけど、うん、でまああのそこに引っ越すまでは車で行ってたんで、その坂もあんまり気にならなかったんですけど、よう見たらなかなかやでってなって、うん、で、引っ越して3日目ぐらいですか、ちょっと歩いて、うん、その坂降りたとこちょっと右回ったら駄菓子屋があるから、うん、子供2人おるんですけど、子供連れてちょっと行ってくるわ、うん、で上の子はまあ、小学校1年生なんですけど素直なんです、わー言うて喜ぶんですけど、下の子がちょっと変わっとるんですね。なんかもうずっとこんな顔をしてるんです。女の子なんですけど2人とも、うん、で、まあ、例えば僕がやめなさいと怒ったら、上の子はやーって泣くのに、下の子はやめなさい言うたら俺に向かってプッって言う。何言ってんの、どこでそんな覚えんやろ思いながら、まあそんな子を連れてお菓子を買いに行ったんですけど、坂がきついもんですから、子供はタタタタタ行くんですけど、僕なんかこうタタタタって言ったらまた苦しなんの分かってるから、止めながら、わちょっと歩き方で言うたら、ちょっとものすごいなんかこう変な歩き方でこう降りていったんです。で近所の人に見られて恥ずいな思いながら、ほんでまあ行ったんですけど、お菓子買うて上がる時に見たらかなりの坂だったんですよ。これいけるか思ってバーンって坂上がっていったら、まずふくらはぎがズドーンと重たなってきて、ほんで次ちょっと歩いていったら前の太ももがピリピリってなってきて、ほんで上の子がパッパ先行っとこうやってダーン走っていくんです。ほんで俺うわ上がりながらやっぱまた苦しなって、ほんで座り込んで、その時はフィ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 ってなったんです。座り込んでフィ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 似てるな、フィ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 って振ってみたら、下の子だけが僕の顔をずっと見てるんです、うん、でフィ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 って言ってる僕に、下の子がバー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 、あんまりちょっと喋れないもんで、あんまりバーバーフィ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 バーバー抱っこって言ったんです。で僕その時に人生って絶対ってないねや思ったんが、前新幹線乗った時におトイレ行って出よう思ったら、女の人の声で何言ってんねんって聞こえたんです。で何かなと思って子供がやーって泣く声が聞こえて、ふわって見たら、その女の子ミニーちゃんの耳つけてるんですけど、でその子がうわー泣いてて、お母さん2人
多分2人でディズニーランド行って帰りやと思うんですけど、うん、まあ日頃は優しいお母さんやと思うんですけど、なんかちょっとテンパってはったと思うんです。やっぱりそんなんはあると思うんで、うん、でわー言って女の子やー泣いてるんです。でお母さん見たらものすごい一人で荷物持ってるんです。ここに全部荷物持って背中にも背取ろうって、ほんでもうベビーカーのこうなってるとこここやって、うん、でもうなんか風船はもうここで挟んでるみたいな、うん、こんな状況になりながらその小さい子にこの状況見てわからんのかって言うたんです。ほんで女の子やー泣いたんです。で僕その時心の中でいやなんぼテンパっても自分の子にこの状況見てわからんのかなんかね、うん、言うことないわ人生でと思ったんですけど、うん、で話戻るんですけど、はい、フィフィババ抱っこって言われた時にお前この状況見てわからんのかわかからんのか。唯一違うんが新幹線の子はわーって泣いてたんですけど、うちの子はまた俺向かってブーッって帰られたっていう話。時間がこう前後した話みたいな時間軸がね、またはい大輔、はい、あのこれ本当1週間ぐらい前の話なんですけど、僕最近まであの映画の撮影で佐渡島に行ってたんですね。で1週間あってあの中日あの撮休やったんですよ僕一人だけ。ほんでまあお昼頃起きてで佐渡島って初めてやったんで、あええとこやなと思って缶ビール持ってまあちょっとタバコ吸いにちょっとあの海岸のとこ行ってタバコ吸ってたんですよ。で海がこうザーって言ってて、あ綺麗なとこやなってぼーっとしてたら、向こうの方から80歳超えてるようなおばちゃんと、もうおじいちゃんかおばあちゃんか分からないですけど、そういう老犬ですよね、そういうのちょっと中型犬みたいなのと向こうの方からこうなんか散歩してはったんですよ。でああええ光景やなと思って見てたんですよ。でその犬がおばあちゃんの速さに合わせてるみたいな、なんかすごいいい感じやなと思って、ああなんかええな思いながらタバコ吸うてビール飲んでて、でまあ海見てたら向こうから歩いてきてたんですけど、そのね散歩、なら「へえへえへえ」みたいな声が聞こえてて、何やろうなと思ったらその犬がちょっと「へえへえ」っていう変な咳してるんですよ。で「あ変な咳しとんなあの犬大丈夫かな」思いながら。タバコ吸いながらまた海見てたんですよ。ほなまたおばあちゃんの草履もザッてちょっと耳に入ってくるようになって、ほなまた「へんへん」って犬言うてるんですよ。まあ、調子悪いなあの犬思ってで一度「へん」が気になってだんだん海よりその犬気になってきたんですよ。ほなその「へん」ってやってる時はおばあちゃん止まってるんですよ。でまたその変が落ち着いたらまたずーっとおばあちゃんもこう行くんですよ、うん、ほんでだいぶ近づいてきたんですよ、うん、ほんでその犬見てたらもう毛並みも変で、うん、ほんでもう目やにもドローン出てて、うん、あこいつ調子悪いなと思ってて、うん、ほんでずーっと変変変って言ってて、うん、だいぶ近づいた時に変ってなって、うん、なんかバーン出たんですよ。ほんで見たらなんかちくわがなんかボロボロの切れかけてるようなんやけど一本のちくわがブラッって出たんですよ。ちくわ出た思ったんですよ。あちくわ出たと思って、それが喉に詰まってたんかなほんならバーって出て、ほらその犬がちくわやのにゲボやのに急にやりだすんですよ。で毛でもなんかあのうんこした後すんのこいつシャーシャーってやりだして、でもシャーシャーやってるおばあちゃんこのままなんですよ。ほんでその犬がバーッ蹴り終えて落ち着いたら、ほんでまたははもう歩き始めはったんですよ。ほんでその辺やったから何やろなと思って、ほんで犬通って喋りかけようかなと思ったんですけど、ちょっとおばあちゃんももうなんかぼーっとしてはったんで、そのまま行きはったんですよ。で、ああ行ったなと思って、何やったのと思ってちくわ入っとるしなと思ったら、向こうの方で「へん」って聞こえたんですよ。で「あちくわやなかったやの席」ってそういう話です。なかったんですよ。
った。ちくわやなかった話。ちくわやなかった話。ちくわ。てっきりちくわや思ってました。ちくわや思ってましたもん。ちくわや思ってた。ちくわやと思ってた。ちくわやなかった話。ちくわやなかった話。元からすごいな。奇跡のちくわだ。いやこれトントンいきますよ。あ、どうしてるさん。もうだいぶ前の話なんですけど、僕大阪でね、あの板尾さんとよくこう、はい、遊んでいただいてたんですよ。俺当時もあのごっつええ感じっていう番組がやってはって、また板尾さんは大阪に住みながら東京で番組を撮ってはるみたいな時期やったんですよ。その時にあの大阪で、あのジュニアちょっと銭湯行こう言って、で行ったんですよ。ほんで2人でこうサウナ入ってたんですよ。ほんならあれ小5ぐらいですかね、小学5年生ぐらいの男の子2人がそのガラス、サウナの中には入ってこないんですけど見つけて、うん、あれ伊藤ちゃんがゴッツ出てる伊藤ちゃんが、いや違うよな、こんな銭湯来るかいなみたいなことをずっと言うてんすよ、はい、ほんでもうちょっと鬱陶しいなと思いつつ、うん、伊藤さんも、うん、鬱陶しいな、もう言って他にもお客さんおるからもうバレたら嫌やから、もうちょっと出ようかジュニア言うてバー伊藤さん出会って、はい、ほんで水風呂にザバー入ってうわー出てきたら子供が「うわ伊藤かかりちゃう!」帰って顔出す大サービスみたいな、大サービスやってくれたはあ彼はそんな計算なくんやからすごいですね、何なんですかねいやすごいいきます、トリア、あっ出た小出民、では3年ほど前なんですけど、うんうん、あの吉本の先輩の香港さんと一緒に仕事させてもらうことありまして、はい、楽屋に挨拶行ったんですね、うんうん、ほんなら香港さんに「おいお前の相方を中元送ってくんのにお前何も送ってけえへんやないか、お前もなんかくれや!」って言われましたでまあお世話にもなってるんで、うん、僕その年からお中元とお歳暮を送ることにしたんですね、うんうんうん、ただ香港さんが素敵なのは、うん、僕が送るようになった年からクリスマスに僕子供3人おるんですけど、うん、クリスマスプレゼントを子供たちに送ってくれるようになったんですよ。まだ当時うち長男が幼稚園で、うん、長女次女が幼稚園入る前やったんですけど、うん、みんな大喜びで、うん、しかもクリスマスカードに「メリークリスマス香港サンタより」って書いてたから子供たちの中で香港さんがヒーローになって「ねえパパ香港さんってどんな人なん?」って聞いてきたんですよ、うん、でも僕この幼い子供たちに本物の香港さん紹介するのは衝撃強いんちゃうかまあね、あのちょうどテレビで小栗旬君が出てたから、うん、そこ指さしてあの人が香港さんや出て嘘ついてしまったんですほんならその日から子供たちテレビで小栗旬君見たら香港さんありがとうございますって言うようになってしまったんですなんか悪いことしたなと思いつつまあ小さいから出来事自体忘れるかなと思ってたんですけど、うんうん、ある日長男が、うん、ねパパ香港さんって2人おんのって言ってくるんですよ、うんうん、どうしたって聞いたらテレビで香港さんじゃない人にみんな香港さんって言うてる、うん、これもうこれ以上嘘つかれへんなと思ってあのな、うん、今日見たその人がほんまの香港さんやねんって言ったらまあ長男ちょっと衝撃受けたもののすんなり分かってくれたんですよ、うん、で後日またリビングで子供たちとおったらあのテレビに香港さん映ってたんですよね、うんうん、ほんで長男が長女になあ本物の香港さんどの人か教えたろかって言い出して、うん、長女はもう香港さん大好きやから、うん、えあの人じゃなかったん、うん、香港さん見たい見たいって言って、うん、今テレビ出てきたら教えてあげるわって言ってね、うん、香港さんがテレビにドーンって出た瞬間に長男がこの人やでって言ったら長女がいやって言って泣き出したんですよでも長男は嫌じゃないこの人が香港さんなのって言うけど長女はいかんいかんこんなん香港さんって言ったら香港さんがかわいそうや泣き出したんですよそっから長女が香港さんがテレビ画面のどっかに映るたびに画面バチバチ叩いてあっち行けあっち行け叫んでるんですよでそれを見てた次女まで、うん、そういう香港さん叩くゲームやと勘違いして、はい、女の子2人でバチバチ叩いてあっち行けあっち行けって言ってるんですけど長男だけは香港さんありがとうございますこれ僕とんでもないことしてしまったすごい光景ですね、はい、ちょっととりあえずみんな集合って言って集合をさして、うん、ごめんな
パパ間違えててん、うん、あのこの前紹介した香港さんと、うん、今日見た香港さん実は同じ人やねんただ調子がいい日と悪い日があんねん、分かった？でもみんなにとってはどっちも優しい香港さんやから大事にせなあかんでって言った長女も一応はーいって泣きながら分かってくれたんですけど、でもそれからしばらくうちの家では小栗旬君のことを香港さん、うん、香港さんのことを偽物の香港さんって呼んでます。ややこしいな。あ、そう、ちょっと反省しましたね。その時言うといたらよかったですよね。う方に入れてまうよ。通る方じゃないところに毎回金庫。この間パチンコ行ったら隣のおっさんにジャララーって出てきた。隣のおっちゃんにありがとう言われて。足長おじさんですね。すごいよ。すごいですね。ラッシーはすごいよ。じゃあ続いて。はい。はい、お、あら。陣内。あ、じゃあマネージャーの話でもいいですか。はい。はい。僕マネージャー日本木というマネージャー、はい、ちょっと太ったマネージャーなんですけど、はい、皆さんスケジュールね、吉本興業のスケジュールって言ったら、はい、まあ、僕は2週間分の。あ、スケジュールなんですよね。ありますね。まあまあ多分そうやと思うんですみんなね。でいろいろ例えば滑らない話であるとか、はい、そういうタイム的に書いてるんですけど、はい、ある日のスケジュールで特番って書いてあったんですよ、はい、ね、はい、普通に特番やから、まあ僕普通の気持ちで東京やったんですけど、はい、東京の番組に行ってその特番の一パネラーやと思って行ったんですよね、はい、で着いたら僕司会やったんですよ、はい、ね、うん、これって まずありえないじゃないですか。そうですね。そうですね。そんな怖いこと言っていきなりちょっと30分打ち合わせして結構2時間番組の司会やったんですよ。でタレントも石田純一さんとか松井和代さんが結構の司会やったんですよ。でも言っても何やねん俺さっき言うといてくるよみたいな感じで、もうなんとかその2時間の特番なんとか終えたんですよ。でもやっぱ納得できなかったから、うん、やっぱ気持ちの整理みたいなね、司会やもていくのと、はい、パネラーやもていくのと全然違うから、全然違いますからね、終わってからその日本人マネージャーにお前ちょ来いと、はい、あのなんか記事書くときに特番で書くなと、うん、なまず司会かどうか確認して司会やったら特番司会って書け、うん、今後の仕事も何をするのか、うん、俺が何をするのかちゃんと聞けと、はい、でちゃんとスケジュールに書けよ、はい、そりゃ そうですよ、そりゃそうですよ、分かったか、はい、分かりました、言うて、ほんで東京行くからその帰ったんですよね一緒に、はい、タクシーに乗って、はい、ほんなら彼の携帯になりまして、はい、日本人がね横でパッと、はい、もしもし、あ、はい、あ、いつもお世話になってます、はい、あ、火曜日ですか、あ、陣内空いてますって言ったんですね。でパッて僕の目見て、あ、その世界不思議発見陣内は司会でしょうか、なんでやねんお前なんでやねんなんでお前スーパー陣内見せなあかんねん、まあ、考えてあかるやろ、めちゃくちゃやな、めちゃくちゃですよ、ひどいですね、めちゃくちゃやな、あの20年以上やってる世界不思議発見をそれは変わんないですよ、変わんないでしょ、変わんない、それは一応聞いとかな思って、そちらの司会でしょうか、あ、違いますか、はい、分かりました、むちゃくちゃやな、むちゃむちゃですよ、でそっからねオファーほんとなくなったんですよ結構出てたのに結構なくなったんですよ、これはなかなか、仕事はマネージャーによってな、マネージャーによってこれは怖いですね、いろいろありますからね、まあでもそれはないな、ちょっとないでしょ、すごいな、すごい、はあ、なかなかやな、お、はい、これ高校生の頃の修学旅行の話なんですけど、僕今まで小学校中学校高校っていうの修学旅行に行ったことがないんですよ、うん、で小学校の時は腕の骨を折ってまして、みんなの迷惑になるから行ったらいかんと、うん、で中学校の時は前日張り切って長風呂してしまいまして熱40度出してまして、うん、風呂行ったらもう行ったらいかん言われまして、で高校生の時にその、うん、まあ中学校の時にそのまあちょっとグレてまして、うん、もう高校行くつもりなかったんですけど、うん、お母さん高校だけ出てくれっていうことで高校のパンフレットで、あんた修学旅行行ったことないやろ、うん、この福岡第一高校という高校は修学旅行がハワイよ、うん、ああそれは行きたいっつって、で本当勉強もしなくていいんで、うん、行けるって言われたんで、うん、じゃあ僕行くっつって高校入ったんですけど、うん、で修学旅行楽しみにしてて高校2年生のその冬修学旅行の前日にもう荷物も準備して、うん、もう待ってたわけですよ、うん、で7時に起きる予定やったんですけど、うん、朝5時に母親に残されまして、
まさきって、うん、でバッて起きたら2時間前やしまだ暗いしいやまだ早いやろっつったら、うん、いや警察が来てる、うん、はっつって、うん、警察何っつってパッて見たら、うん、本当にスーツ着たおっさんが僕のベッド囲ってるんですよ、うん、えこれで、うん、え何っつったら佐田正樹だなって言われまして、うん、はいっつったら、うん、逮捕状だって言われまして、うん、身に覚えないかっつっていや確かにあるんですけどあってたんですけど、うん、ちょっと待ってくれとあと2時間したら俺はハワイに行くわけやなんでお前その2時間前に来るかって俺行ったことない修学旅行でいやそんなん関係ないと荷物準備しろって言われましたいや確かに修学旅行で荷物準備しとったけどねこれはその留置所とか入るために用意した荷物じゃなくてハワイに行くための荷物なんですよっつって関係ないって言われてその頃は未成年になったんですけど玄関ですぐ手錠をかけられまして縄で縛られていや面白いなはいもう本当になんか修学旅行行ったことないんですよはあ面白いないや面白いさあ行きますはいおっすおっさん僕ですねはい僕だけで仕事が来たやつがあって、はい、で、濱口くんだけで雑誌の表紙ですって言われて、はい、まずそこからそんなことありえへんやろと思って、はい、で、まあ、取材現場に行ったんですけど、はい、なんか地下みたいなところにバーって下ろされて、はい、で、なんかそこになんか黄色い紙が貼ってあって、はい、で、周りはもう雑然とした倉庫なんですよ、はい、あ、これはもしかしてドッキリじゃないかと、はい、おかしいって僕一人で、はいそんな表紙の撮影なんかまずありえへんやろっつってで雑誌名も聞かされてなかったで何の雑誌ですかねみたいな感じで言ったら燃費の王様やって聞いたことないぞ燃費の王様ってであじゃあ表紙撮影しますって言ってでなんかアラブの王様みたいな格好させられて何やこれってでガソリンスタンド の注入のやつあるじゃないですかあれを持たされるんですよおかしいぞってこんな表紙見たことないで燃費の王様でってで取材終わってでインタビューするんですけど2ページぐらい使いますってずっと燃費の話するんですよありえへんやろ絶対ドッキリやこれ絶対上行ったら車なくなってるとかドッキリちゃうかとガソリン抜かれてるとかやろうなと思って行っても終わって取材がで車行っても何もないんですよあれおかしいなと思ってあ、まあ、2,3 日後かなと思って 2,3 日後しても忘れてたんですよすでにである日コンビニ行ったらその雑誌があるんですよほんまやったんもっと真面目にやっとけよ燃費の王様、見ますか燃費の王様。いや見た。何で燃費の王様って。燃費の王様っていうね、なんかはい、こういう雑誌ね。嘘や思うでしょ。嘘でしょ。嘘やろ。嘘でしょ。いざ準備満タンじゃん。あるんですよ。月刊週刊増刊号です増刊号リッター150円の時代のとか書かれてますけど来週何を載せるのいやだから取材なんか真面目にやらなあかんなっていう、はいはい、そうドッキリ癖がついてモテるなそうですねちょっと有吉の話だいぶ似てる話ほう皆さんタイガージェットシーンっていうプロレスラーもちろん知ってますよインドの強子、はい、クルエルトラって言われてます、はい、クルエルトラって言われてるぐらいですんでほとんどリング上で試合しないような人なんですよ、うん、あそうかもうレフリーをまず血まつりに上げて、はいはいはい、試合をさばく者いなくしてもうその客席を練り歩く練り歩くもうその時で、もうケムコジェラのだから巨大なインド人がこのサーベルこうやってハッハッって言いながら毎回場合によって椅子やら何やら客に投げつけるようなむちゃくちゃ、まあ、僕なんかプロレスねずっと好きでしたからまあ受け入れてますけど知らん人から見たら異常ですよねこれ異常な出来事巨大な客の子がでまあ2年ぐらい前に、プロレス会場に行ったんですよ、うんまあ、タイガージェットシンが出てる、まあ、かなりのベテランなんですけど、うん、いやシンが全盛期の動きすんのかなみたいな疑いかけて、うん、長いもんなもうリングにさっき入場したらまず真っ先に
一直線にレフリーの元に向かっていてですね、レフリーを血まさびに上げて、さすがシン、さすがシン、変わってないな。でもその後対戦相手まで、あのもうコーナーに縛りつけて動かれへんようにして、でその後も自由な時間ですよ、シンの。もう客席に俺たちはっ天才やお客さんめちゃくちゃ盛り上がってるんですよ、逃げろみたいな言うて、うわすっげえなーと思って相変わらずシンすごいなー思って、でちょうどまあ僕のおる、僕も結構いいリングサイドの座らせてもらったんで、シンがぐんぐん向かってきてるんですよ、うわーシンが来るシンが来ると思ったんですけど、ちょうどこの椅子の列で1列前をシンが歩いてるんですよね、でシンっていうのはもう我が道を行きますから、あこれちょうどギリギリで見れるから、いよいよ山だったら逃げたらいいしギリギリまで見れるわ思って、これ楽しみにしとこう思って、みたいな、ほんで向こうからシンがはっ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 、ね、サーベルこうやって近いはっはっでもその光景をねおそらく初めて見たであろう、あの小学生の男の子がへたり込んじゃったんですよ、1列前ちょっと怖いかってへたり込んじゃって涙がツッてなって、声も出さなくてハッてなってるんですよ、うわっと思ったんですけど、シンがどんどん向かってくるわけです。京子が。京子が。こっからはちょっと僕の憶測もだいぶ入ってくるんですけど、一瞬ね、はっって言ってたシンが男の子多分なんか視界に入ったよ。見たんや。はっってなったら、この全然スピード緩めなかったシンが一瞬ちょっと立ち止まって、その場で立ち止まって、はっはっってちょっと二歩下がるぐらい。僕の憶測ですけど、坊主早く逃げろみたいな。まだこいつが知ってんねんみたいな感じでだいぶスピード緩めて近寄ってきたんですよ、シーンがはっ、もう男の子いよいよどかれなくて、ほんで、まあ、これも僕の気のせいかもしれないですけど、その男の子を目の前で見て僕がわーってなってるのを見て、なんか僕の方チラチラ見てるような気がするんですよ、僕を見てるんだよ、はっ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 、これはもうやばいと、どうしようかな、でもシンがスピード緩めてるのはもしかしたら本当にインドの強子やから確実に男の子を踏み潰すためにこう緩めてるのかもしれない、そんなこと言ってる場合ちゃう思って大丈夫か僕ってこう一列こう乗り越えて男の子バッて大丈夫か大丈夫か大丈夫かな、あのちょっと最近いい話ブームというか、そういう番組が結構ね、なんかできていい話してくれみたいな体験した、でそういう番組のスタッフの方が僕のとこ来てくれてありませんかみたいなリサーチを来てくれたんですけど、これ振り返ってみたら僕全然ないんですよ、俺なんで俺ないんやろうと思って、こういうのどうですかねって、いやなんかあんまり良くないですねみたいな、あそうですねみたいな言われて、なんで俺人生誰よりも薄っぺらなんかなと思ってて、誰でも一つや二つや三つあるんですけどね言われて、あそうですかちょっとあの思い出しておきますみたいな言ってて、で一人で考えて、なんで俺なんやろうと思って、もしかしたら僕がねあの無意識に避けてんのかな、あんまりそういうの得意じゃないというか苦手というか、そういうところにも飛び込んでいかなあかんなみたいな思いに駆られてたんですよ、でよくよく考えたらあのマンションの近くに花壇みたいなのがあるんですけど、一箇所だけ何も生えてないゾーンがあるんですよね、花壇でもそこにあの毎日じょうろで水あげてるおじいちゃんがおるんですよ、もしかしたらあれなんかいい話それこそそこにあるんちゃうかな、誰かとの約束のために水をあげてるとか、誰かを待つためにずっともう咲かないはずの男に水あげてる、これちょっと飛び込もうと思って、おじいちゃん前そこ水あげてますよね、これなんか生えるんですかって聞いたら、いやこれな猫来るからな毒撒いたってね、僕の人生にはちょっと訪れない怖い、いやなと思って、こない愛のかけらもない愛なき道を行ってるんですね僕だから寂しい人生を送ってるんですよ、そういう運命、もう17年もそれぐらい昔なんですけど、本当にあのこの世界に養成所の頃にあのコンビを組んでて、
ネタ合わせするのがいつもあの大阪のなんばグランド花月っていう大きい劇場の近くにまあひっそりとした公園があって、そこでみんなやってたんですよ。で明日までに新ネタを作らなあかんみたいな日があって、ちょっともう結構遅いんですけど、もう11時、夜11時ぐらい回ってたんですけど、なんとかネタ作って、よしじゃああと練習だけしようって言って、その公園行って練習してたんですよ。でまあ結構いつもやってるあの公園やったんですけど、もう結構冬で寒くて、ちょっと雪もパラついてるような時で、その公園に行ったのが、まあ、僕とその相方でカップル、ちょっとホスト風の人なんですかね、それとすっごい派手な格好したお姉ちゃんという、ほんであのダンボーラーとその飼ってる犬この三角形ができてたんですで、まあ、まあこう、まあ、あんまり迷惑かからないちっちゃくてバーって練習してて、ほんならそのカップルがすっごい喧嘩を始めたんですよね、まあ、最初からちょっと怪しかったですみたいなやってたんですけど、だもう女の方がえらい泣き出した、なんだ私ずっと、ほんだ私ずっと騙されてたみたいな、もう男もめんどくさい、あもうわからんちょっともう物々しい空気になったんですよ、ダンボールのおじさんもね、心配するんですよ、見てるんですよ、ちょっとなんか渋い感じのおっさんなんですね飼ってる犬もなんか結構シュッとした顔でこうやってああ物々しい空気になってみたいな、犬がこうなってる女の人かも、ね、いい加減にしてよみたいな、でも僕らもネタ合わせできへんな、ちょっともう端っこじっとしとこうみたいな、なんで私ここまで尽くしてきたのに、なんでそんなこと言われなあかんのよみたいな、もういいねもう一回、主人の顔一回チラッて見てもう一回見たりしてるんですよそうかして、はい、ほんで女の人が「わりゃー!」みたいな言ってもう服持ってガーッと男のホスト風の男のやって、もう男が最後の「話せよほら!」みたいなって、二度と俺ちゃうんだ、二度と作る店んなーみたいな言って、女の人その声でびっくりしてへたり込んで、あ泣き出して、男がもうバーッいったんですよ、うわって公園がもうシッで、ユキもちょっとパラついてる中、へたり込んだ女の人がもうボロボロ泣き出して、うわってなってたんですよ、ほなもうあまりにもいたたまれなくなったでしょうね、ダンボーラーのおじさんが一枚ダンボールそっと書いてたんです何してんだろちょっともう死についたような段ボールにしろ何してんのよこう初めての体験ってまあいろいろあるじゃないですか、いろんな初体験が、これちっちゃい時にあ今嘘つかれてるっていう、あ俺今嘘つかれてるなって思って初めて思った時があるんですけど、それ鮮明に覚えてるんですけど、小学2年の時に俺そろばん塾行ってて、ほんでそろばん塾行くと4年生の女のだまあ言ったらお姉さんがこうプリント配ったりこういろいろこうやってちょっと世話を焼いてくれる人がいて、そろばん塾出たらそのお姉さんに俺小学2年生の時ラブレターをもらったんです、ほんとええー、と思って俺もドキドキしながらそれ一人でこっそり読んで、ほんとそろばん塾のそのカバンの奥の方閉まって、家帰ってでご飯食べてお風呂入ってでさあ寝ようって言っておかんと一緒にこう寝る時に、僕今日あのラブレターもらったって言った、なんかおかんがえつって、それ今どこにあるの、って言ったんで、俺はなんかこう恥ずかしいみたいなこともあって、もう捨てた、捨てたっつったら、え何してんのって言って、おかんが俺の肩バッて持って、ラブレターっていうのはこれからももらったら絶対にお母さんに見せなあかんもんなんやでこの距離で俺絶対嘘や絶対そんなわけないめっちゃ嘘やな、俺今嘘つかれてるって薄暗い部屋でもうめっちゃ怖かったんですよ、それすっごい覚えてる、その同時期に初めて虫巣が走った日っていうのも俺覚えてて、後々あれ何が走ったんや、あれ
虫だったよ、あれ走ったやつっていうね、初めて虫が走った日を俺またそれも鮮明に覚えてて、同じ時期に聖司と2人でこう寝てたんです、うん、ほんなら、まあ、聖司はすごいガンダムが好きで、その時すっごい流行ってたんですよ。で俺はそこまでガンダム好きじゃないんだけど、まあ、聖司越しにちょいちょいまあ見てて、うん、何個かまあガンダムも知ってるぐらいの、うん、軽く知ってる感じで寝てたら、聖司が突然ズゴックの爪なんぼやんって言うてきたんです、うん、俺小2、聖司小6、うん、なんかズゴックってこういうロボットあるよね、うん、はい、ズゴックの爪なんぼやんって言うてきたんです、はい、で俺はえ何言うてんのやろと思いながら3本って言ったんです、うん、なら聖司がえズゴック3本かって言うから、うん、ズゴックの爪3本あれ俺はなズゴックの爪4本やと思うけどなお前何本やもうねって言うから、うん、え何やこれ思いながらあのズゴックの爪は3本って言ったら聖司がそや自分が間違ってないと思ったら絶対に負けるな。これ何やこれ何やこれ何か走ってるこれ虫ずやつ。今走りますね。あの僕割とこう心の中で、うじうじ思う方なんですけど、別に相手にそんな激高するタイプじゃなかったんです、うん、僕前漫才師やってたんですけども、まあ、8年ぐらいコンビ組んでました。もともと中学校の、バレーボール部の友達と一緒に、コンビを組んで NSC に入ったんです、うん、ほんならまあ高校の時なんてもう夏休み40日ぐらいあったら37日ぐらいはもう毎晩絶対ファミレス行ってドリンクバーでずっと朝まで喋るぐらい仲良かったし、うん、だからそのこの世界入った時にお前らコンビでよう仲ええなとか、なんか喧嘩せえへんのとか、え一緒に居酒屋おるやんとかよう言われて、うんみたいな、なんでそれが友達やしみたいな、で別に腹立つこともなかったんです。ほんならよそのコンビの人らがだんだん同期の人らも相方腹立つわとか、ほんままあコンビでね割とま殺したるかとか、あいつそんま腹立つとか、まあ先輩も言ってたりとか、同期も言い出した。でもまあ別にそんな腹立つとか何やったら殺したろかなんて思うこともないね。でも相手のお父さんお母さんの顔も知ってるし、うん、うーんと思ってたんですね。で、僕がこうネタをずっと変えてたんです。で相方も別にその腹立つこともずっとなかったんですが、ある時、まあ、僕がファミリーレストランで僕ネタ変えてて できたらこう渡してたんですね。でずっとこう詰まってる、全然思いつかない、ちょっとやばい今日までに思いつかなあかんのにな。普通やったらこう相方もなんかこんなんはとか言うてくれるんですけど、その時何も言わず、なんかボーってなんかこんな感じでこうしとんですよ。こっちはもう一人でずっと変えてるのに、なんかあえてなんかほんで途中でしょうもないなんか白玉のなんかスイーツみたいな頼んで、で今とか思いながら、それ僕はずーっとこう考えてるのに、まあだからって何も食わずこうおれっていうことはないけど、もうちょっと気を使えよというか、ほんでまあカチャ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 みたいな。ってなってて、でも僕もぐっと考えてて、ぐっと腫れてたら、考えてる時、その、そいつは大体そういうちょっとガサツな部分もあったんですけど、同じ空間でおる時に鼻歌でっかい声で歌うやつちょっとおるじゃないですか。うん、いや、もう考えられへん。なんでその、お前が別に、その、一人だけでおるわけちゃうのに、なんで大きい声で鼻歌歌うの、まあそういうタイプやったんですけど、それまで全然腹立たなかった。その時には、全然流行ってる歌じゃなかったんですよ。もうそれから、大ヒットして、その、だいぶ経ってからやのに、急にでっかい声で歌い出して、もう恋なんてってこう歌い出したんですよ。うん、まあ今、まあ、まあ大ヒットですけど、今は別に流行ってる時じゃないのになと。もう恋なんてしないとか、言わないよ絶対に。殺したるかほんま間違うてるやん嫌な言わないよ絶対に。マッキー言えへんやん殺したるぞほんまもう。それから仲が悪くなってきて。めちゃくちゃ腹立ったあれは。しないとか、そんなん入れへんそんな。何やそれ。自分が選んでな。あの、
職業って出るなと思ったんですけど、うん、あの子供の幼稚園の運動会があって、うん、で、まあ、嫁が勝手に役員になってきよって、うん、でちょっと早めに行って、うん、その辺のなんか、まあ、あの旗立てたり棒立てたりする仕事をやらなあかんことになって、うん、で、まあ、僕もしゃあないから早めに行って、ほんで待ってたらその仕事を振り分けられるんですよ、うん、あなたは棒立てて、あなたは私は旗、うん、でなーってやって自転車なんとかしてくださいとか言って、僕の仕事が、まあ、小学校借りてやってるんですけど、うん、車がバーって来て一瞬門の前で止まって子供と嫁だけ下ろしてブーンって車で行く人が結構おると、はい、でこれ一瞬やけど何人もやったらもう結構周りがうるさいっていう苦情が来るから、ちょっとあのヒョドさんそこはちょっとスッと、ここダメなんですって言うてもらえませんかって言われて、あ、分かりました。で選ばれたのが僕ともう一人お父さんが、もう若いお父さんで色白で丸顔でむちゃ優しそうなお父さんやったから、これ俺が頑張らな思って、でまあとりあえず俺が主力の門の前おるから君はちょっとあっちの方やっといてくれ。で1台目バーって来たんですよ。でガラガラって開けてワゴンみたいな開けて下ろそうとしただから、うん、すいませんここを止められるとって言うたら、そのお父さんがすぐやんけって言うたんですよ。でそこで僕心ボッキー折れてもうええわ早いな同じお父さん同士なのに切れんねや思って、人間怖っ思って、でもうあかん俺ってなって、もう一発目でボッキー折れてこうなって言ってたんですよ、うん、ほんでなんかほってみたらそのもうすでに優しそうなお父さんがバンバン車行かすんですよ、うん、ほんでえと思ってなんかわーって車来るんですけど、バーって開いた瞬間って喋って、うん、なんか降ろさずにわーって行くんですよ、うん、えなんでよ思ってバーって見に行ったら、後ろで見てたらわーって車来たら、そのお父さんがガーってすいませんお父さんここ困るんです、大通りあるんでね曲がってねそこ行ってくださいって言ったら、なんか知らんけど運転手のお父さんもあーごめんなさいって行くんですよ、うん、でバン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 さばくから、うん、君すごいねって言ったら、うん、あ僕警察官なんですよっていう話になって、やっぱこう出るんでしょうね、その職業の。でうまいなあ言うて、うん、ほんでバン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 まあまあやって、うん、ほんでとりあえずまあ準備も終わりました、うん、お父さんたち皆さん保護者の方早めに来てくれたんで、うん、普通の方よりも席を早めに取らせてあげます、うん、でもそれは皆さん一列に並んで、うん、パーンってなったら走っていってくださいと、うん、で俺も走んの無理やしってなって、うん、もうええわ思って一番後ろでこう立ってたんですよ。ほんならその警官のお父さんがわーってきて、うん、え、ヒョドさん前行かないんですかって言うから、いや俺も走んの無理やし、もうどうせもうベベやし、もう俺後ろでええねん。ほんならそのお父さんもなんか知らないけど俺の横に追ってくれるんですよ、うん、いや気使わんと行ってって、もうええからって言うたら、いや僕後ろでも全然大丈夫なんで、よいパーンって言うたら、前のお父さんブワー走るじゃないですか、うん、これも職業出てると思うんですけど、警官やから追いかける方が早いんですよね、もうブワーって言って前のお父さんが全員コソドルに見えてきて、まあ、職業出るなぁ思ってめちゃめちゃ早いんですよ。でうわー走っていって、で最後あの観覧席とグラウンドの仕切りにね、腰ぐらいの高さの紐あるんですよ、ほんで大抵のお父さんはブワー走っていってそのまま勢いで飛び越えるんですけど、そのお父さん職業出たんですかね、現場検証行き過ぎてんのか知らんけどロープくぐったんですよ。ドラマで見る感じやん。なんていうんですかね、こうパッとピーンと張り詰める瞬間っていうのが多分あると思うんですけど、はいはいはい、本当に張り詰めてわー怖ーというか、うん、シーンとなる、もうお葬式以上のピーンっていうシチュエーションというのは皆さんも体験されたことあると思うんですけど、ある時あの山根師匠、チャンバラトリオの山根師匠という方に、あの僕たち若手が盾を教えてもらうというとなれば、もう山根師匠なんですけども、ほんであの僕たち若手、まあ野生爆弾とか、まあロザンとか、まあキングコングとか中に混じって僕も盾を稽古してたんですけど、ただ朝8時から11時ぐらいまで、まあ毎日それが続いてたんですけど、ある時7時50分ぐらいになってもロッシーの姿が見えないんですよ、うん、これちょっとまずいぞと、うん、山根師匠なんてむちゃくちゃ偉い方やのに、うん、しかもちょっと怖い、怖もてじゃないですか、うん、これ絶対とちったらあかんなと思って僕速攻出ましたら、うん、すいません今起きましたってなったんですよ。うわ最悪よ、お前何分後に来られんねんって、30分ぐらいです、うん、すぐ行きますって言ってなったんですよ。で僕まあ山根師匠に伝えたら、怒りはるんかなと、あそうですか、じゃあ待ちましょうみたいな、うわうわ静かにギャーほわーってなって、まあ、その間もピーンってしてて、うん、山根師匠とそれで孝太郎さんという、まあ、山根師匠の助手みたいな方ですね、うん、お弟子さんなんですけど、そのまあちょっとちっちゃい宇崎竜童みたいな感じの方、まあ実際にそういうモノマネされてるんですけども、見た目コミカルなんですけど、まあさすが山根師匠の相方というかその弟子ですから、もう盾の腕は一人前というか、もうすごいんですけど、でその方と二人で
ずっと待ってる間もシュッシュッてこう素振りをされたりとか、うん、でまあちょっと段取り今日はこれをしてよかみたいなことをしそしそでやるのシュッシュッてやってるんですけど、ピーンとしてるのに、うん、山根翔と孝太郎さんがシュッシュやってるからもう余計こう張り詰めてきて若手たちともう震え上がるというか、うん、っていう感じだったんですよ、うん、ほんだらもう朝バタ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 って遠くの方から音聞こえてきて、ほんでもスライディングするかのように、うん、もうロッシーも山根師匠の現場閉じてもうと思ってるから、うん、すいませんでした本当に遅れてすいませんみたいな言うてます、うん、ほんだら山根師匠がつかつかと言って、いやもういいです頭上げてさっさと練習しましょうみたいな、うん、怒ってないんですけど、うん、めちゃめちゃ怖い、怖い思って、ほんだらじゃあ、今日はちょっとあのしんどいですけどもこういうメニューでいきましょうみたいなことで、うん、まああの言うとですね、こうしゃがむ感じなんですけど、うん、しゃがんでこう振れと、あでこう、こう歩きながら前へこう端から端まで行ってる、ちょっとうさぎ飛びというか、あそれなんでこれをしてるのかというと、そのお前らはピッてやった時に刀が止まれへんとふにゃっとなる、それをここでピチッと止めなあかんねん、でもそれできてんがそれの練習でやると、切っ先を絶対に地面につけてはいけない、もう刀というのはかけるから、まあ、それ僕となんですけど絶対当てたらカツってなるからカツは絶対あかん、シュッてやって早くしかもギリギリのところで止めろ、もうこんな離れとったら絶対あかん、ギリギリのところで止めろ、当てたら絶対あかんってなったんですよ、メニューも厳しくなったし、なんか要求されることもちょっと怖なって、いやちょっと怒ってはるやんね感じになってる中、へえ思ってたら孝太郎さん、じゃあ見本を見せなさいみたいになったんですよ、だから孝太郎さんっていう、まあ、ちっちゃい宇崎竜とかここに似てるみたいな感じで、で普段はちょっとブーツみたいな黒のブーツをいつもお履きになられてる孝太郎さん、孝太郎さん見本を見せなさいと、はっ言うて、その時もちょっと空気をさせたんか、はぁなんか言うたことないここ数日やっぱこう空気がこないなってるから、孝太郎さん見本を見せなさいと、はっ言うてます、まあはって聞いたことないな、まあ孝太郎さんも今日はピリッとされてる、そうだよね、もう絶対笑ってはいけない、シーンとした中、はっ言うてしゃがみ張って行きます、シッカツって2回目だから僕このボケこら思って笑てまえねんかこら思って、さすがに張り詰めてて見本見せろはぁ言うたくせにシュッかすってもう当たったでも全員体このやばいよみんなこうです、でも山根師匠もずっと微動ですよ、あれ当たったのになと思いながら、孝太郎さんもシュッかす当たって、その次まだ続けるんですけど、うん、明らかにもう当たったの自分で分かってるから、うん、めっちゃ上で止めてる冒険せえへんわ上も、気づいてるやん、勝手に日本になってんのも離れまくってるやん、みんなもうめっちゃ笑ってる、冒険はしない、こいつほんまどんだけ笑かしたあかん時に何しそう思ない、はぁ、あ、言うたあとに勝やれへんかな思ったら、だんだん笑けてきて、うわ絶対笑ったあかんわ、また端っこまで行くんですよ、どんどん離れたまま、で最後孝太郎さんが終わったらくるっと回ってペコってしちゃったんですよ、当たったくせにくるっとやった山根師匠が、よしじゃあ今のようにって、めっちゃ笑いました、いや今のようにやれへんかな、当たってたやん、当たってええの上げてええのみたいな、はい、もうそういう小さい宇崎竜童の方にシャレならんぐらい笑かされたことがあったという、まあまあ緊張があるだけで余計にね、はい、いい人なんですけど、まあ、まあ、いい人なんでしょうけど今年の7月22日の話なんですけど、あの7月22日今年はあの皆既日食が見れる日なんですよ、でちょうどその日に僕とケンコバが沖縄であのアンギャーっていうあのトークイベントやってるんですけど、それが沖縄で歩いて、で沖縄方面南の方でその皆既日食が綺麗に見えるんで、で僕と小林その時一緒にラジオやってたんですけど、 夜中遅々までやっててあんまり寝てなかったんですよ、ほんで絶対飛行機の中で寝ようって決めてたんですけど、その時にあのもう皆既日食とかもう休み入ったりとかでものすごい人やったんですよ、ほんであの飛行機の中も満員やったんですよ、でもこれうるさいな思ってて、もうなんかちょっともう寝れへんからイラ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 してたんですよ、で僕座って窓側に僕座ってなんか知らん女の子座ってて、で小葉真ん中の席座って、ほんでまあ寝てたんですよ、僕もつい乗った瞬間に寝てたんですよ、ほんならもうみんなテンション高いんですけど家族連れがバーって入ってきたんですよ、ほんで
あのお父さんとお母さんと、息子2人なんですけど、うわー飛行機だねー言うて入ってきよったんですよ。年な年読んだら、あー飛行機だよー言うんですよ。ほんで初めてだねって言って飛行機乗るの、ね、ああ初めてだ飛行機乗るのテンション高いんですよ。うるさいな思って、まあまあしゃあないなと思って、もうこれ無視やと。ほんならあれケンコバがいるよ。あ、本当だケンコバだねってなった。うわ見つかりよったあいつも、見つかりよったアホや思って、で僕ずっとこっち向いて寝てたんですよ。そやのにまたもう一人 の息子の方が、あれお祭り男だってなったんですよ。で、あ、お祭り男がいたねって言って、お祭りに行くのかねみたいな。思ってたんですよ。で、もう、で、うるさいな思ってたら、ちょっともうこう薄めでパッと見たんですよ。ほんなら、そのお父さんが、あの、散髪したてで、それが、きちっとした角刈りやったんですよ。もうそれが腹立ったんですよ。いや、あのね、僕、角刈りね、いや、角刈りの人、昔から嫌いなんですよ。なんで角刈りと思わないですか。僕大っ嫌いなんですよ。隣も少々やと。いやだから、兄さんのことも若干嫌いなんですよ。嫌いだ。今言わんでいい。これ角刈りやったんですよ。じゃあ腹立つのは角刈りよ思って。ほんでね、今仕立てやったんですよ。それも腹立ったんですよ。なんで沖縄旅行行くね。で会期日食や言うて見に行こう言うて、で写真とかいっぱい撮るし、ちょっと散髪行ってくるわお父さん言うて、なんでそこで角刈り注文するんやって。何がいいんだよ。いやそれがいろいろあるやん。なんで角刈りしてんねん。寝てないから。寝てないですか。イラ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 したんですよ。そんなことにもうイライラする。ほな、あの帽子取りなさいってなったんですよ、うん、ね、息子が帽子かぶってたんで2人、うん、で帽子パッて脱ぎよったんですよ、うん、ほな汗かいててこう丸刈りみたいだったんですよ、うん、あよかったと、うん、ね、これ角刈りやったら俺もう行ってまうんちゃうかな。マジで。何を行くねん。終わったんですよ。ほんでパカン思って、もうイライラする思って、ほんならずっとまた聞こえるんですよ。あの耳栓しても奥の方にずっと、うわ雲だとかね。ほんで、うわ飛ぶよ今から、あ飛ぶよ今からみたいなずっと聞こえるんですよ。ほんでバー行ったんですよ。ほんで上バーって飛んで、ほんでずっと寝れたんですよゆっくり。ほんならご飯や言うてざわざわっとして、それで起きてしまったんですよ。みんな起きたなみたいな、でご飯出るんだねみたいな、まずバーン来て、で、あご飯出るんだねお父さん知りおらへんかった。ご飯出るんだ言うて、ほんでご飯食べよう思って、ほんで僕も見んとこう思ってバー見てたんですよ、食べてたんですよ、うん、ほんでまだずっと言いよるから、おいしいねおいしいね言うて、うるさいなパッて見たら、うん、さっきまで濡れてたんですよ髪の毛が子供の、はい、ほんなそれが乾いてきてて、うん、よう見たらこう立ってきとるんですよ。角刈りやないか両方ね。角刈りやったんよ。濡れてたからこう角が丸まってたけど、角出てみとるやないか。角刈りやと思って、もうグワーなってたんですよ僕も。あそう、あほんで降りて、もうそれはねもうずっと腹立ってたんですけど、もう我慢して我慢してね、本とかにも全然入ってこないですよ腹立って。せやけど時間過ごしてやっと着いたんですよ。ほんでもう腹立って、もう今日これ降りよう思って、ずっと着陸してポーンって着いた瞬間に、うん、ポーンってなった瞬間にもうガーって荷物取って、うん、そこの降りるとこ行って、もうバッこうガチャッと上げたら、もうそのままスーッ出て行ったんですよ、うん、で、あよかったと思ったら子供2人が、うん、なんかバーッて走ってきて、うん、お祭り男サインちょうだいって言ったんですよ、うん、でその時に今まで溜まってますから、うん、どうしよう思って、うん、角刈りやから嫌や。シベリア文太さんっていう、ああ、はいはい、菅原文太さんのモノマネすると思いますけど、本当に滑舌が悪いんですよね。ご飯に誘われたんですよ、うん、それもなんか5回ぐらい聞いてやっと分かったぐらいの、はいはい、私は虫食いに行こう虫食いに行こう虫言うぐらいのやっと飯って分かって行ったんですけど、ほんでこう二人食べに行ったら、うん、お酒を飲みはれへんですよね、はいはい、ほんでお兄さんなんでお酒飲まないんですか言ったら、うん、今日はバイクで来てるから、うん、飲んだらやばいやんか、うん、みたいな、あすいませんね後輩の僕だけ飲んで、うん、って言って2時間ぐらい飲んでたんですよ、うん、ほんでこうそろそろ帰りましょうかって帰って、うん、その文太さんが、うん、バイク置いてるとこに歩いて行ってたら、うん、警官が二人、はい、そこに寄って行ってるんですよ、うん、
で話を聞くと、うん、あの警官がお前あの店か飲み屋から出てきたやないかと、うん、それからバイク乗ろうとしてんのか、うん、って言うて、うん、ほんでその文太さんは、うん、いや俺はあの飲んでない一滴も、はい、今日はバイクで来てるから飲まんようにしてたんや、うん、飲んだらそうやって飲酒で捕まるし、はい、人跳ねたら一大じゃないかっていうことを文太さんが説明した後に、うん、警官が、うん、お前ベロベロやないかと。そのお兄さんがね、今あのアルバイトでクレーム処理をやってるんです、企業のクレームを電話で処理するっていう、企業にかかってきた電話なんでやねん。でそこの会社で、そこのクレーム処理の会社でダントツに一番多いクレームが、さっき電話かけたけどさっきのやつ何言うてんのか分かんない。ダントツらしい。数年前なんですけど、はい、皆さんどうですか、あの「そやねん」とかね、はい、こういうのよく、大阪弁ですけどね、はいはい、まあ、こっちの人はそうだよみたいな、はい、あの「そやねん」とか軽くまあ言うじゃないですか、はい、大体すごく重く「そやねん」って言ったことってなかなかないんで、ああそうですね、軽くで僕はもう過去にこの時だけはそれを言ってしまったんですけども、はい、あの数年前にまあちょっとまあ当時付き合ってた彼女と、はい、まあ都内をこうまあドライブでもないんですけど、まあ運転してまして、はい、でその彼女がちょっとあのコンビニ行きたいって言うんで、はい、ああじゃあ行こうか、でコンビニの前に僕車止めまして、はい、でまあ彼女が行くからまあ一緒に行くこともないんで、僕はまあ車で待ってるわ、はい、っていうことでまあ待ってたんですけども、はい、まあ正直やっぱりあのかっこいい話じゃないんですけども、どうしてもやっぱこう女癖が当時やっぱりあのまあ携帯基本的に今マナーモードにしてるんですっていうのは、まあ彼女といる時にかかってくるとややこしいので、まあマナーモードしてるんですけども、まあ彼女がトイレ行ったりコンビニ行くとやっぱりどうしてもちょっと確認をここぞとばかりに、まあここぞとばかりにこうパッて見るんですよ。マネージャーからちょっと着信があって、うん、でもうオフにマネージャーから電話の時点で、はい、もうバックバックしてるんですよ。これ何やろこれ何やおかしいぞおかしいぞ、はい、で、まあ、まだコンビニから帰ってくる感じもないので、はい、ちょっともしもし、はい、何って言うたら、はい、まあまあある雑誌から連絡がありまして、はい、女性と二人でいるとこう写真撮られてます。誰やってなったんですよ。っていうのがあるんです。いつやいつやっていう。先々週の木曜日です。先々週の木曜日。わからん。誰や誰やってね。うわーなるんですよ。もう変な汗も出てくる。ほなもうコンビニからもう彼女がもういそいそと出てくるんですよ。わからんどうしようどうしようどうしよう。誰や誰や。まあもうわかった。後で電話するってパッと切って。はい、とにかくうわどうしよう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 。うわーって思ってもう一歩一歩近づいてくるんです。もうあかんと思って、はい、謝ろうと思って、はい。とにかく謝るしかないと思って、はい、で彼女がバタンって戻ってきた時に。はい、すまんと写真撮られたって言ったんですよ。先々週の木曜日写真撮られた。あ、私といた時だね。そうやね。ほんの2週間ぐらい前なんですけど、仕事をしてまして、そしたら携帯にちょっとメールがあったんで、ちょっと見たらうちの嫁から電話が、あのメールが入ってて、で子供ちょっとおばあちゃんとか預けてちょっと買い物したいので今買い物中ですみたいなメールが入ってたんですよ。ああそうなんやと思いながら、でまあ仕事バーッと終わって、思ったより早く終わったんですよ仕事が。あどうしようかなと思って、まあまあまあじゃあ家帰ろうかと思って一回家帰った、はい、だまだ帰ってきてないんです、はい、で家で一人で、ああまだ早いしどうしようかなと思って、はい、誰かと飯でも行こうかなって携帯こう出してこう、はい、なんとなくこういじってたんです。で今までそういうとこめったにいじらないんですけど、その日に限ってたまたまカレンダーのとこちょっといじって、はい、うん、そしたら結婚記念日って出たんですよ、はい、え、はい、え、マジかと、はい、ついてんのかついてんのか知らんけどやったと、うん、危ないとこやと、うん、何してんのよ。あ、じゃあ子供預けてんのも、はい、買い物してんのももう全部伏線やそれ、はい、だからもう多分プレゼントも結婚のプレゼント、はい、あどうしようやばいやばい俺何にも買うてないしどうしようどうしようと思う、はい、ちょっと落ち着けちょっと落ち着けで一旦あえて
ちょっとクールダウンして、はい、ちょっと低いトーンで電話したったの、はい、もしもしもう帰っていいだけどみたいな、はい、あそうなんだ、はい、あのちょうどご飯もあれだからもうじゃあもう一緒に食べるとか言って、はい、あのい何度か行ったことある店もうじゃあそこ行っとこうか、はい、完全に予約してるじゃないですか、はい、2人きりでね完全じゃないですかでも、うん、まあでもそんな腹減ってへんけどなとか言ってバッキとかもうバックバックで、はい、もう完全に向こうが言えへんってことは、はい、俺行ったら思いっきり言われますよ、はい、もうコーナー追い込まれてボッコボコで、はい、やばいっしょ、はい、やばいっしょ、はい、今さらプレゼント買いに行く時間もないし、はい、うわどうしようどうしようと思って、はい、とりあえず今まで結婚してからほとんどつけたことない結婚指輪を、はい、つけていったろ、はい、正直どこにつけるかもわからんからヤフーの知恵袋で調べてわかるでしょ。ここにつけて、ほんであえてちょっと遅れ気味で、はいはい、わあ行っていきなり来られたら辛いから、はい、もうね座ってましたよ、はい、嫁がね、はい、座ってるところにもうあの結婚披露宴さながらに、はい、ビッカーって、はい、いたったんですよ、はい、試しや、はい、ほんなら嫁がパッて見てふーってなってるんですよ、はい、もうね、はい、用意してた言葉、はい結婚記念日ぐらい覚えてるっちゅうねんそしたら嫁が10日前に終わってるけどって言われて僕カレンダーの付け間違いしてたんですホッシャンとあのコンビ組んでた時の話なんですけどホッシャンの家に行って、うんあのネタ合わせしてたんですね、うん、でネタ合わせしてて夜ですよ、うん、でネタ合わせしててでまあまあ一応合わさったからできたから、うん、ちょっと俺さっきお風呂入るわ言うてでお風呂入ったんですよ星ちゃんで僕暇やなと思ってこうタバコ吸いながらこうテレビ見てたんですよ、うん、ほんで星ちゃんがなんか石鹸の皿かなんか取ろうとなんか出てきよったんですよバッて、うんうん、ほんなら急に、うん、お前おら言って僕のことバッチンどつきよったんですよほんでガーンどつかれたからなんじゃお前言うて僕もバーンどついたんですよ、うん、ほなおっしゃもバーン倒れてヒューなってるんですよでなんやねんって言ったら今お前が吸うてるタバコおじいちゃんのラスイチじゃにも1本僕死んだおじいちゃんの病室にあった1本だねそれ言われてでも僕は知るかいなんでやどっちの気持ちも分かるなそうですねなあボーンと置いてあったタバコなんてなごめんなあの時は僕はあの中学校というか実家がすごいど田舎に住んでてで中学校がね、3年間林間学校みたいなのなくて山と海に囲まれたとこにあるんで、うん、そこの運動場でキャンプみたいなのするんですよ、はいはいはい、でまあグループに分かれてやってたんですけど、うん、やっぱり当たり前のように僕らの時代ってご飯ってカレーを作るんですね、うん、みんなお米とか野菜とか振り割って持ち集めて、うんうん、でその僕のグループの中に吹奏楽部の吉田っていう子がいてて、うん、もうすごい真面目で坊主頭で体はでかいんですけどおとなしい子で眼鏡かけた子なんですけど、うん、男子ばっかりのグループだったんでそのもうカレーなんか味なんかどうでもいいんですよもうなんかそれやるのめんどくさいから、うん、いろいろもうとりあえず切って煮込んでで他のグループは丁寧に作るからなかなか進まないんですよ、うん、でみんなでこうおもろいないって吉田の眼鏡を取ってそのグツグツのカレーの中に入れてもうずっとこうかき混ぜてたんですよでもうそろそろ食おうかって言うだけで先生はこうみんな同時にできてから食べるから、うん、まだお前ら早かったらまだ待っとけって言うから結構煮込んだんですよ、うん、でまあ食べていいよって言うからこうみんな配って、うん、吉田にはやっぱり自分の眼鏡をこう乗せたカレーをすくってあげてさあ食べようかって言うたら吉田はもう黙ってそれをこう運動場の水道のところに洗いに行ったんですよもう何にも言わず、うん、で帰ってきてこうかけながらムスッとして食べてるんですけど、うんうん、昔のメガネだからですかね、うん、パッて吉田をみんな見たら、うん、ちょっとねカレーが旬でグラサンみたいになってるんですよ落ち着いて薄い色がつ
ついてるんですよ。つくかやっぱり。そうなの。真面目な吉田がそれがめっちゃ面白くて食べてたんです。ほんで月曜日になって絶対先生に怒られるぞって言っても授業中もなんだ吉田は注意も受けずにずっと行けてたんです。もう微妙なんで。で次の2年生になった時も。クラスは違うけど吉田見つけてもう一回煮込もうって言ってみんなでこの集めて吉田のとこ行ってメガネ取ってまたカレーなんで煮込んだった煮込んだったんですよ。ほなまた吉田に作ったら黙って洗いに行ってかけてるんですけど、はい、まあちょっとグラサンとか増してるんですよやっぱり増すわなどうしても趣味具合が。でも3年間それは続けるって3年の時のそのキャンプの時もゾロゾロって集まってみんなでも吉田のとこ行ったら吉田も2年間は嫌がってたんですけどもうあれかって言ってこうもうメガネを取ってくれみたいな黙ってもずっとしながらで吉田のメガネをまた煮込んだでかけてまた黙ってかけてもえこれ濃さ増してるっていうのまあ僕ら分かんないんですもう分からんなでも3年間吉田そのメガネっていうかもうグラサンなんですよで徐々に色ついたから先生とか僕らもやっぱ分かんないですよねただ新任の先生みたいなの来たらいきなり来たらやっぱグラサンぐらいの色をやったんですよね吹奏楽部に吉田がいる吹奏楽部に新しい先生入ってきたんですけど吹奏楽部の、担当になったんですよ、はい、で吉田はトランペットみたいなの吹いてるんですよで吉田を見てその新任の先生が、うん、お前形から入るなって日村の話なんですけども、はい、僕まあここ来るたびに日村の話を割とさせてもらってて、ね前回来た時確か日村の歯が奥歯ないなんていうのを、うんね、多分1年ぐらい前ですけど、それでやっと思い越し上げて今治療中で、今画面に映ってる日村割と綺麗な歯なんですね、はい、あれでもまだ仮歯なんですよ、まだ本歯を入れてねちょっとでかいらしいんですけど、今のところ500万かかってるっつってました、まあ、だから顔面がなんかいろいろ言われてるけどその1センチ奥ぐらいは全部手術するっつってるんですけど、まあそんな側が気持ち悪いとかそんな話ばっかりしてて、で実は日村さんって内面もちょっとやっぱおかしいというか気持ち悪いというかで、これ滑らない出るって決まるぐらいに1個すげえもう20年近く付き合ってるのに嘘だろっていう出来事が起きたんですよ。それがなんかの番組で女の子のアイドルがやってるブログみたいなのにコメントをこう送るみたいなのがあったんですね、仕事で。で日村さんが代表してその文章を打ってたんですよ。たらこんにちはみたいな、おっぱい大きいなみたいな、グラビアアイドルおっぱい大きい子だったんでそんな文章を入れるんですけど、おっぱい大きいなの後にハテナとかを入れるんですよ。だからなんか元気ハテナとかじゃなくて、お前おっぱい大きいなハテナとか言ってなんか変なハテナ使ってるなってあれって思ってたんです。でその時はなんかぼやっとしたんですよ、なんか別にそんな取り立ててそんななんかじゃなかったんで、うち娘がいるんですけど、娘がテレビ見ながら最近日村さんに会ってないなつって会いたいななんつってたから、うちのがじゃあ手紙でも書けばなんつって、で日村さん宛てに手紙を書いたんですよ。したらちょうどうちの娘その時なんか習い事でバイオリンとかやってて発表会があるから、今度あるんだよ発表会がとか、ドレスこんなん着るんだなんて絵描いて会いたいななんつって可愛らしい一行一行色変えたりして出したんです。で日村さんに渡したら日村さんはこれは嬉しいっつって、でじゃあ返事書くっつって、じゃあこれ渡してくれっつってもらった手紙を俺今日これ持ってきたんですよ。この文章で俺マジかと思って、これね名前のところ消してるんですけども、はい、まあ、うちの子供へって書いてあって、久しぶりだねはてな、まあまあここはまだいいですよね、元気かなはてな、これはまだいいですよね、はい、お手紙ありがとうはてな、すごい嬉しかったよで、まあ、名前があって3年生になったのはてな、まあここはいいですね、勉強楽しいかなはてな、まあまあいいです、バイオリンも頑張ってねはてな、ご飯いっぱい食べていっぱい勉強してお父さんお母さんに優しくしてあげてねはてな、また遊ぼうねびっくりはてな、発表会頑張ってよびっくりはてな、キムケンよりって書いてあるんですけど、全部
部の語尾にハテナとかつけてるんですよ。メールとか手紙の時にこういうのってお互いコンビ間ではもらわない文章だから、だから日村はハテナの使い方を分かってないんですよ。ちょっと怖いね。でもこれ直してやることできへんよね。だからその例題作ってこうハテナ書いてごらんとか、このどこのハテナ間違ってるっつっても間違えちゃう。まだまだ多分なんかあるんだろうね。でも本当に日本に一人だけじゃないそんな人。かあとアンジャッシュの小島あたりじゃないですか。怪しいな。びっくりやろ。2、3ヶ月前なんですけど、このまあここのプロデューサーの佐々木と一緒なんですけど、一緒に2人でタクシー乗ったんですね、はい、そのタクシーのおっちゃんの話なんですけど、おっちゃんって言ってもね30半ばぐらい、割と若い人、はい、男の人だったんですよ。で、若い人やなとは思いつつ、で、なんか、こう、この辺にこう、運転手の名前書いてる時あるでしょ。で、それ見たらね、ひとみさんって言ってね、人を見るって書くの、ひとみさんっていう。で、まあ、なんか、ちょっと若干道が混んでたのもあったのかな、ちょっとなんか、暇つぶしでもないんやけど、ちょっと喋ったれと思って、運転手さん、ちょっとね、お名前割と珍しくないですか、ひとみさんって、ってこれ言ったのが今考えたらもう運の尽きと言いますか。もうね、この名前にはもうちょっとうっちゃりしてるんですよ。そんな感じなんねやと思って、ああそうなんですか。いやね、もうこういう名前でしょ。だからもうね、子供の時もね、瞳って言われてね、なんか女みたいに言われて、あ、そうかもしれないですね。でね、この仕事をしてからもそうなんですよと。瞳さん、言ってくださいと。うちの運転手の瞳っていうのが行きますって言うんですって、向こうには、先方には。ほんならお客さん、こう待ってたら、出てくるお客さんが、目合ってんのに、こうなんか他を探してるんですって。で、わーって降りていって、運転手の瞳ですって言ったら、何、男の人なの。この1年が年に何回もあるんだよ。めんどくさくてしょうがないんですよ。あ、そうなんですか。すいませんみたいな、なんかすいませんみたいな、コンパしてもそうですよ。え、コンパすんの。そんな初対面の人のコンパの話あんま聞いたないな。コンパしてもね、最初盛り上がらないじゃないですかと。そしたらね、大体同僚がね、こいつ瞳って言うんだよって言って、瞳いじりが始まるんです。で、一連のその瞳のなんか話があるんですって。ほんで、そうなんだって言って女の子が食いついてきて、大体それに1時間ぐらい使われちゃうんですよ。で、あ、ちょっともう空気も悪いんで、ちょっと空気を和まそうって僕なりに思って、あ、もうそれ瞳悟空ですねって言ったら、それも何回も言われてますよ。なんかすいませんみたいな。この上はね、僕ね、本当ね、早く結婚してね、もうね、向こう養子になってね、もう名字を変えたいと思ってるんですよ。あ、そうなんですか。結婚のご予定とかないんですか。長いこと付き合っててね、結婚本当考えてたんですけどね、最近別れちゃったんですよ。あ、なんかすいません。ちなみにその方ともし結婚されてたら、名前何になってたんですかって言ったら、美和です。大して変われへんやないか。大して変われへんぞ。もちろんそんな言い方はしてないですよ。そんな大して変わんないじゃないですか。って言ったんだよ。ほんならその人が、え？って言ったんだよ。よくわからない。そこわからへん。もう帰れやっていう話。食ってるな。食ってるな。食んなよ。そこで来てん。グアムのラーメン屋さんなんですけど、松本さんいらっしゃったと思うんですけど、はい、
後ろの席で日本の、まあ、要するにその、まあ、から出店している、まあまあ、グアムには、まあ、もうそこしかないぐらいの感じのところも美味しいんですよ。で現地の人がね、まあ、よく来られるんですよ、まあ、美味しい言うて、まあ、ラーメンね、まあ、まあ珍しいのもある日本の味になってますよ今。で後ろの席でね、もうそれこそもうなんていうんですかね、もう短いオールバックでピシッとしてサングラスかけて、もう褐色ですわね、現地の人ですから、若い30、まあ、まだ行ってないです。で一人で来られたんですよ、ピタッとしたシャツ着て、それでラーメンを、熱いラーメンを、で俺鏡で見えてるんですよ、うどんの人でラーメンを着て、めちゃめちゃ猫舌なんですよ。まあね、もう怒ってるね。もう怒ってるわ。来てこうまずね、こう来てね。箸でこう、箸はうまい。箸はだから何回も来てるの多分。箸上げて肘ついて、さあこっから吹きにかかるね。ほう。角度もう肘ついてるからもうずっと拭くつもりやねん。ちょっと見えてんの、構えてる、何回拭くねんこいつ。肘ついてるで、1回10回ぐらい拭いた後、1回置きよんで、置いてその縁、丼の縁に箸かけて、あのそうめん干すみたいな感じで1回休みよ。でまたおもむろにこうと思って、もう汁も何も味も何にもあれへん、多分めっちゃ冷えてん、クーラーも効いてるし、もう一回拭こうとした時にちょっと唇当たって見た、まだ熱い。今肉眼で見たんですね。見たんです。何歩ほど拭くね。でも吸うのはできへんから、こう口に声入れて、うん、で食べて、もう遅いやん、はいはい、で俺は食べ終わって、もう行きましょうかって言って、なんじゃこいつみたいな顔して横通るときにこう見たら、こうやってパッと目をって、なんでやねん。何にもグッドテイストのことあるやん。テイスト知らんやろ。怒ってるな。確かにあれはひどくてね。ねえ、ねえ、あの、まあ吉本いろんな芸人がいるんですが、はい、いろいろいますよ。あのね、大阪リアルキッズっていうのがいるんですよ。これはね、あの小学生、小学4年か5年ぐらいから漫才やり始めたんですよ、うん、同級生と、うん、だから11歳からやってるんですよ。で今も芸歴15年なんですけど、また26ぐらいなんですけど、若くその10歳ぐらいから吉本に入ったからそうなのか、もともとそいつのはそういう人間なのか、肩のとこに何か痛いやつあるって鳴らせ言って鳴らして、ほんでたら、いや今度この肩が下がって腰が上がるから、これじゃおじいちゃん天国行きにくい言って、もう一回鳴らして、ほんで寝て、あよっしゃこれで綺麗になった言って言ったら、ガラガラって送迎の方がこっち向かってくるんですよ。でやばいやばい、戻せって戻して、蓋閉めて、みんなが送迎の人バーッ来て、なんか作業して、おじいちゃんの顔見ようってパカッと開けたら足やったんですよ。大好きなんです、おじいちゃんのことは。サンズの顔は頭から入ってる。飛び込んでますよ。飛び込んでるやんか。昔タイに行ったんですよ、はい、仕事で、はい、でその時にもうだいぶ前ですけど、仕事終わりで、あのそういうタイといえば、はい、そういうところがあるから、はい、そういうお店行きましょうって誘われて、はい、いや僕本当にそんなあんまり好きじゃないんですよ、はいですね、行ったらなんかひな壇みたいなところに女性が、はい、番号つけた女性がこうやって立ってるんですよ、はい、でその中から自分が選ぶんですよ、はい、でまあまあ俺はほんまそんなの好きじゃないんですけど、一、はい、人選んで、はい、ほんだらきっ
汚いののタイのね、あのラブホテルみたいなところに行くんですよ、はい、そのこと、はいはいはい、ほいでもやる気全然ないのよ、はい、もう何やったらため息ついてて、はい、でも俺もやる気ないし、はい、でもまあまあスタッフも一緒に楽しもうって来てるから、はい、もう分かった、とりあえず、はい、もうそのサービスせえいうことで、はい、ほんならそこであの優先がかかりだして、かかりだしたというかずっとかかってて、もうそれ止めろ言うても止めへんのよ。ほんでもう俺ももうそのサービスを受けながらも、正直あんまりもう興奮してないんで、もうなんか7分ぐらいの感じなんですよ。でも絶対なんとかもう早終わらしたいから、もう頑張ろう頑張ろうって自分の中でやらしいこといっぱい考えて、なんとか終わらそうとしたんですよ。でまあなんとかいけるかと思った時に、その優先から、あの多分タイのね、あの光源氏みたいなアイドルの歌なんでしょうけど、もういけるぞーと思ったらそのサビを本腰でその女歌い出しやがって、うんにゃーなって、あのですね、あの我々その吉本興業ね、まあ、いろんな芸人さんいますけども、僕はね過去こんなにそのピュアな芸人を見たことがないというかね、サバンナの八木君という子がいるんですけど、本当にもうピュアで、まああのいろいろ天然とかいう芸人さんいますけど、僕はもう自然やと山とか川風ヤギ自然界のもの、自然ピュアすぎるんですよ。まあ京都の田舎で育って、ほんで18歳で初めて大阪に出てきて、ほんで芸人になった時に僕とですね、あの剣道小林と、ほんでその18区の八木君と3人で大阪の南という町をこう歩いてたんですよ。ほんなら八木君、その路上で生活しておられる方を生まれて初めて見たんですよ。でまあいろんなとこ寝てはるじゃないですか、はいはいはい、あーってなって、ピュアやからね、この「え、何してはるんですか？」って僕と小林に聞くんで、俺と小林が「ここはちょっと行っちゃ」ということで「いや、死んではんねん」と「ってなって、もうそんなことも忘れてたんですよ、はい、ほんで当時ありました劇場、2丁目劇場の楽屋で俺と小林がこう喋ってたら、ドーン入ってきて、ヤギが「嘘つかないでくださいよ！」って何のことか分からへんから「ええー！」言ったら、その発言を信じて僕ずっとあれ以来そういう人を見かけたら拝んでたんだよ。こんな何拝んだねって言ってそれは怒られるわね、怒られると、縁起でもないと、はい、そりゃそうですよ。こんなね、ピュアなヤギ君が、ボンボンやねん、ないっすか。そうなんですよ、ボンボンなんですよ。すごいらしい。でもいい子いい子って育てられたんで、そういうすごい、まあ、ピュアで、ちょっと前ですけど夕方にね、あの金八先生の再放送やってたんですよ。それをみんなこう芸人で見てたんですよ、ね、こんなもんなんか知らんけど、もうヤギが言うてるんですよ。鼻息がもう尋常じゃない荒さなんですよ。ほんでそのドラマでやってた内容が、その金八先生の、息子さんが白血病かなんかで、輸血せなあかんと。でその息子さんの血液型が RH マイナスで、血がないと言うてるシーンやったんですよ。ほんで焼きが、言い出して、僕ね、RH マイナスなんですよ。やばいです、やばいですと思ったら、まだ間に合いますかね。あほか。おい、芸人全員が、ヤギ。なるよ。何言ったの？何言って言うたら、ヤギが、あ、そうか。先生、再放送や。ドラマや。ドラマや。ガキの使いっていう、まあ番組はずっと僕25年ぐらいやらせてもらってるんですけど、その時にまああの番組は一応なんかこう、まあ毎週とまではいかないですけど、まあ実験的なことをね、ちょっとやっていこうっていうコンセプトではやってるんですよ。ほんで何年か前に一回考えたのが、なんかおなら対決みたいな、おならのこき合いで、なんかみたいな対決を企画して、そんなもんおならなんて自然に出るわけがないので、まあそのでっかい注射器みたいなのに、まあゴムのこんなチューブで、おけつに先入れて空気を
ある程度貯めて、みんなでいろんな音色のおならをこう対決みたいな企画でやったんですよ、会議で。じゃあまあおもろいんちゃう、いけんちゃう、じゃあ来週やろうねって、まあ会議一生懸命やって帰りますよね。実はその収録の日ですよ。でもああいうのってまあ皆さんご存知でしょうけど、あの結局 AD とかスタッフがみんなあのシミュレーションをね、やっぱほんまにちゃんとできるのか、でどれぐらい入れたらちょうどいいのか、入れすぎてもあかんし入れなすぎてもあかん、でどんな風にやったらどんな音が鳴るのかって、みんなやっぱりスタッフもやってくれるんです。で、まあ我々にもこうしたらいいんじゃないですかとか教えてくれるために、まあ昼からやってるんですよね。で我々にしたらまあ夕方ぐらいにまあなーすってまあ入るんですよ。なんかね、めったにそんなことないんですけど、なんかその日段取りが悪くて、だんだん俺本当にね25年やってて、そんなこと2、3回しかないんですけど、何待ちやこれってなって、ちょっとさすがにだんだん腹立ってきて、ちょっとセット見に行くって言ってセット見に行ったら、またなんか僕がねその会議で言うたイメージしてたんとなんか全然違う感じのセットで、さすがにちょっと、あ、もうええわ、ちょっと集まれって言って、まあこんなの本当ないんですけど、もう僕の、まあそんな大きくない、くない楽屋にね、もう男ばっかりですけどね、30人ぐらい、並べお前らって言って、どういうことやと、セットも俺の言うてたのと全然ちゃうし、何のための会議やと、こんなもんね、番組っていうのは信頼関係でやっていかないとあかんねやって言うたんですよ。ほんならみんなバー立ってるんですけど、何人かがもう震えてるんですよ。そうでしょ、そうでしょ、あれあれ、そう嘘やろで、俺トーンがめちゃめちゃ高かったから、その時は分からんかったんやけど、ちょっとトーン落としたら至る所で屁こいてるんですよ。みんなもうシミュレーションで手が止まらんでもみんなグーなってて、俺もうやばいと思ったんだけど、その振り上げた拳を下ろされへんから、なんか、ま、平に負けるか平対俺んかいなって、衣装もな言うてたんとちょっと違うしな、なあとか言うたら、なんかブーなあブーなあブー。で一番偉いあのチーフの柳岡っていうのが一番屁こいてるやつ、お前くんしょ松本さんがこんなに言ってんのねって言って、蹴ってバーン蹴ったらボリボリボリ全員で大爆笑って。じゃせっかくなんで、はい、陣内くんもいてますし、はいはい、陣内くんの結婚式の時ね、はい、それ披露宴とかじゃなくて、あの結構神社で、あ神社は本当にもう身内ですけど、神聖なすごい感じのやつに呼んでいただいたんですよ。本当にもう両家だけでやるようなやつに呼んでいただいて、もう嬉しいことに呼んでもらったら、やっぱ陣内君の親戚がね結構おるんですよ。こう藤原家陣内家があるんですけど、このなんていうんですかね、このノリの違いが結構あったんですよね。こう藤原家はねなんかねもう普通にかっこいいですよみんな、うんみたいな。であんまりそう結構なんかね神々しい、そうしもう生田神社の中でもその死後は2人に乗っ取ったとこですんで、まああんまり写真とかも良くない空気なんですけども、もうほんまにもうこんな神社の親戚の事件記者みたいなこうもうあちこち撮ってるんですよ。カメラさん来た、はい、こうデジカメで確認して OK 何やねこいつ思ってたんですよね正直僕は、はい、神社の親戚の方ってほんで今からご両人が入場されますみたいなんで、もうなんかすごい十二人みたいな、ね、で陣内もなんかこう神秘に乗ってたこういう、はいはい、なんていうんですかね、こうエボシみたいな、エボシみたいな百人種でしか見たことないような帽子かぶってこう出てきたのを見て、そのぶっちゃ写真撮ってた陣内の親戚が藤原紀香さん見てめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い、そりゃそうやろ女優やめっちゃ一通りバシバシ撮ったと、うん、めっちゃ可愛いめっちゃ可愛いってデジカメ遡ってずっとね、はい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 、藤原紀香さんの横顔とか見てめっちゃ可愛いめっちゃ可愛いってこうもがとして見てるの、はい、なんやねこの人思ってたら最後バーって巻き戻りすぎてプライベートで撮った自分の犬の写真がパッて出たんですね、うん、それ2分ぐらい見てやがるねこれ。かぶちゃうこいつ思ってでもなんやねん陣内家と思ってたら最後にそのもう本当に最後ちょっと軽い食事会みたいなね催して陣内のお父さんがやっぱ挨拶ね、新郎のお父さんの挨拶です、締めるとこですよね、ちょっと雨もしとしと、はい、本日は
若い二人のために皆さん足元の悪い中何を言うやったかありがとうございました。なんじゃこの回なんじゃこの回グラグラで終わったっていうあーこっちテレビで中継してんでよかった何を言うやったか何を言うやったかありがとうございました。せめてそれだけ口に出さへんかったらバレへんかったおごそかなありましたな。そこは本当にオンエアしてなくてよかった、うん、テレビあっち行かんでよかったね。あそこはすごかったね。これボルネオ島って言って、すごいジャングルがあるところにロケ行った話なんですけど、もうすごいんです。野生動物がもう本当に野生のまま、オラウータンやらトカゲも日本ではもう見たことないような凶暴なトカゲとかいてて、そこもやっぱり虫がすごいんですよ。ほんで、こっちのスタッフの AD が虫よけリングっていう、手にはめたらこれ虫よけになるんでっていうのを全員にこう配ったんです。手首にはめて。それでもこうそのディレクターの人がちょっと来いってその AD の子呼んで、はい、言うと、てめえ今虫よけリングに虫が止まったじゃねえかっていう、ぐらい日本での虫よけではもうレベルが違う虫、根性ある虫、根性ある虫がその上に本当に止まるような見たことない虫がおるところで、でそこは虫もすごいし、まあ動物もすごいんですけど、昼が山の昼がすごいんです。で、あの昼ってやっぱり痛かったら痛って気づいて血吸う前に取られてしまうから、痛みもなく大量の血を吸うんです。で僕がこう一応シャツで白いシャツでこうジャングルでこのゾウに会いに行くっていうまでこうカメラさんも別に構えないでこうそこまで歩いてたんです、うん、ほんでパッと見たらここにこれぐらいの血だまりができてて、昼って知らなかったから俺の枝かなんか刺さったんで、うわー大変ですって言ったら、どうしましたってこれ見てくださいって、痛みはないんです確かに、でもそのテンション上がって痛みないんじゃないかなって思ってたんですけど、あそれ昼ですわってカメラさんが言うたんですよ。あマジっすかって開けたら一匹昼がくっついて、そっから血が漏れてダーなってるんですよ。それ怖いじゃないですか。だからここ背中めくって、ちょ背中にもついてないか見てくださいって言ったら、そのカメラさんがうわ3匹ついてますよって言われたから、ええー、ほんまですかって、撮って撮って撮って言ったらカメラさんがはい言うて昼撮りよったんですよ。そんなわかるやん。プロ根性っていうか、まあカメラさんからしたら撮っては、いやでも TPO があるじゃん。その時に芸人さんやから、その番組でないでしょ。ワイプで昼入る番組なんだ。相当寄ったんでしょうね。なんで寄ったんやんって。これ僕が二十歳ぐらいの時ですね、はい、僕大黒町に住んでたんですけど、大阪の、はいはい、一緒のマンションの2階下に、一個先輩の8期生なんですけど、はい、浦井隆っていう人と一緒に住んでた、うん、NSC の8期生ですね、はい、はい、で住んではって、ほんで大輔ちょっと実家行こうか言われたんですよ。ほんでその人の家奈良やったんですけど、はい、その人が付き合ってた彼女の車で奈良まで行ったわけですよ車で、うん、ほんでこんにちはって行こう思ったら、もうその浦井さんの家がものすごいなんか汚かったんですよ。汚かった。ああ。まあ玄関入ったわけですよ。ね？汚い玄関入っていったわけですよ。汚いはいらない。まあ玄関も汚い。玄関入っていったら、ちょうどその時にお父さんが帰ってきはって、はい、でお父さん言うたってもうおじいちゃんなんですよ。結構年配の、はい、初めおじいちゃんかなと思ったら、はいはいはい、親父って紹介されて、お父さんやったんや。ね。ほんでこうバケツの上にこうまな板置いて、うん、あこんにちは言うて来はったんですよ。ほんであちょうどええとこ来たな言うて、あ今日泊めてもらいます言うて、おちょうどええとこ来たな言うて、これさっきちょカニ取ってきたんや言うて、あ川で、まあ、カニ取ってきたんやちょうどええとしかもちょうどええとこれ茹でて食べたらめちゃくちゃうまいぞと、おでも、うん、ほんでバカー開けたらなんか深緑みたいな色でカニがこんな大きいカニで、
で、底辺のこの親指のとこに毛がいっぱいついてるんですよ。あ、はい、汚いカニを思ってて、まあでもカニごちそうしてくれるようやったらええかな思って、ほなこれいっぱい取れてんけどって8匹ぐらいあって、で玄関の上に置いてまたそうなんか見せてくれはったんですよ。あ、ほんならそのカニでかいから、うん、元気ええからこう上に乗ってカシャ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 全部出てったんですよ。であかんあかんあかん言うて、うん、わー取ってて、ほんなら2匹タタ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 って冷蔵庫の下にスパーン入ってきよったんですよ、はい、ほんで、あ、冷蔵庫の下入ったでおっちゃん言ったら、あかんな言うて冷蔵庫の下こう手入れて、で何したのかな思ったら急にガッなって白目向かったんですよ。ほんであれどうなってんねんこれっていう、ほんで冷蔵庫古いから、はい、これ完全したんやでってなって、やばい言うて浦井さんと僕で足2人で一気にさーって抜いたんですよ、うん、ほんならちょうどテパーってやったらさっきのカニがここバチーン挟まってたカニの痛みで失神しとったんですよ。カニやカニで失神したんや痛みで。失神したんで、後で茹でて食べたらまあ美味しかったって美味しかった。見た目はともかくね、見た目はともかく美味しかった。野生のものですからね。じゃあ次行きましょうか、よっしゃ、これは僕が小学校の時の話なんですけど、あの僕の友達に、うん、遠望いう女がおったんですね、遠望、うん、もうそれでっかい女やったんですよ、もう170超えてるぐらいの、女が、僕が小学校4年ぐらいの時に、宮川と、あのちょっと私2階から飛び降りるようになったと、飛び降りられると、実は見といてくれへんかと、それを、ええ、なんで俺やねん、そやな、じゃあ遠望を見せていいとこはと、この遠望上がっていきよったんですよ、でもここに見とったんですよね、2階を、ほな遠望が、宮川行くでー言うて、ほんで、ブワッ飛び降りよったんですよ、はい、こう高さね、はい、2階から、はい、ほんならこうついた瞬間に、うん、膝で顎をペコン落ちよったんですよ。ペコンって言うたんですよ。何やこれ大丈夫遠望言うて、でパッて見たら血ブワッ流して、で舌バーッ見せたら舌が噛んでたんですよ。ほんで、大丈夫って言ったら、宮が失敗言うて、まあ失敗あるわな、失敗あるわな、失敗あるわな、口の中ですぐ治るけどこれあんま治らないのちゃうかなと、辛いね。で家帰っていったという話な、子供ってそんな見てほしいねんな、どっちことない、何を見てほしいんかわからんけど見てほしいねんな、見てほしいんでしょうね。僕親父がものすごい真面目な人で、あの板金塗装も40年ぐらいやってる、今で言うたらもうほんまに家でも頑固という感じで、間違ったことあったらバーンと平手打ちするという本当に真面目な親父で、で全然家族で旅行とか行ってくれなかったんですよ。ほんで夏休みは言うて、みんなはどっか行くどっか行く言うて、僕もやっぱ羨ましいから、いやお父さん俺もちょっと家族どっか連れてってくれいう話をして、いやあかんそんなあかんよっていうこと言われてたんですけども、あまりにも僕が言うから、分かったと、ほなこの夏あの家族で、あ家族であの会社で旅行に行く、会社で社員旅行があるから、ほなお前も分かった、それついてくる来たらええやんかと、あやっと優しいことをやってくれたなと思って、で行ったんですよ、ほな向こう海があって、でバーッと泳いだりして、わー楽しい一人ですけども、もうなんか海行ってることでテンション上がってわーっとして楽しんかって、ほんでそれ夜も宴会になって、宴会で親父の隣でずっと飯とか食うて、ね、みんながどんちゃんどんちゃんやってんのを、あー楽しそうやなと思って、ほんでその宴会が一段落ついたら麻雀をしだしたんですよ。で親父が一つの趣味でやって麻雀をやってやってて、それも僕もまだテンション上がって寝れへんからずっと後ろで見てて、ほんとやつが、ね、真剣にやってた他の社員の、
川島さん今日そういえば全然下ネタ言わないねって言い出してやってあれってなってほな他の、まあ、2人目ですがそうだなんか足りないと思った川島さん全然エロいこと言わないんだもん早くほら早くほらもう、ま、マンズが出てますマンズが親父が耳ばっかだってあんな真面目で親父が普段会社で何をやってるの去年の冬の話なんですけど、渋谷で仕事を終えたんですよ。わりかし早い時間に終える仕事で、ちょっと時間あるなってことで、ちょっと電化製品で見に行こうかなって、渋谷に結構でっかい家電量販店があるんですよ。で、そこに見に行こうとして、ね、行ったんですけど、その道路終わったところに喫煙所があったんですね、ちっちゃい。まあ、薄うんで、一本だけ吸ってから買い物というか、見に行こうと思って、まあ、タバコ吸ってたんですよ、こうやって。ほんなら、冬やったんですけど、横に女の人もタバコ吸いに来て、結構でっかめのコート着てるんですけど、前開けて、こう、V の字みたいな、こう、ニットを着てるんですけど、めちゃくちゃおっぱい大きかったんですよ、その人。うわっと思って。
と思ってしょっぱい大きい人おると思ってまあわっと思う、ね、はい、とりあえずカバンの中にいつも新幹線で寝る時用のサングラス入れてるので、それかけてちょっと見てたんですけど、ね、はい、やっぱ自然と息も荒くなってきたのかタバコの減りが早いんですよね、その2本目すぐつけてこうやって見てたんですけど、で見てたらそのおっぱいすごい大きい人がケンコバさんですよねって言うたんですよ。だと思って、まあ、サングラスパッと外して向こう見てたんですよ。あ、そうですって言う、ぐらいの小芝居言ったんですよ見てなかったですよみたいなね、はい、で何してるんですかって、いや、ちょっと電化製品とか見ようかなと思って、こんなとこおるんですねみたいな言われて、はい、僕あんまりね、そう、ちょっと女の人ナンパみたいなことちょっとあんま得意じゃないんですけど、なぜかその人とはこうスムーズに会話できる感じがして、はい、え、何してるんですか、あ、私一人で、ね、芝居ブログラしようかなと思ってみたいな、それ結構夜まで時間予定あるんでみたいな、ああそうなんですかみたいな、へえー、みたいななってる時に急に僕おしっこをすごくしたくなったんですよ、はい、おしっこすごくしたくなってちょっとこんだけ喋るで、じゃあさっき言ってたように連絡先交換させてもらっていいですか、あ、もちろんもちろんって携帯出してくれて、で交換したんですよその場で、おーすか、やったと思って、うん、ほな私じゃ あの続きでブラブラしてきますね、また暇な時いつでも連絡ください、って言って帰っていったんですよ、女の子、やったと思ったら、そベンチに座ってたおばちゃんがスーッて近づいてきて、私も交換してもらえますかって言われたんですはい、で僕どんだけ頭をその時回転させても断る理由が見つからなかったから目の前で女性と交換してやってもらってるからね、はい、いやできないですよ、できないおばちゃん結構真っ直ぐな目でずっと待ってるんですよ交換してくださいこれどうしようかなと思ってどうしようかちょっとまあ下心出ちゃって僕、まあ、例えばこういう番組とかに呼んでいただいた時に、ああ実は僕今おばあちゃんとメール友なんですよみたいな話みたいな、ね、分かります、ね、ありますと欲しいネタになるかなという下心があって交換したんですよ、はい、でまたメールしますねみたいな、はいとか言って帰っていったんですよそのおばあちゃんでまあ近々そういう番組もあったんで、おばあちゃんにメール打ったら、帰ってこないんですかおばあちゃん何やっておばあちゃんなんで交換したんやねん、帰ってこハンサムじゃないと、ハンサムじゃないとで、まあ、後日1回だけ帰ってきたことがあって1回この話をちょっと違う番組でしちゃって、一応言っといた方がいいかなと思って、出会いの日のことをテレビで話させてもらいましたっていう、すいませんっていうメールを送ったら、なんかね句読点の丸3つの返事だけ返ってミステリアスやな何のために交換したんやなんか向こうも調子良かったよね、今日私行けるわみたいな、ブイブイ行けるわみたいな、やっぱりね僕の知る限りやっぱベストワンナンバーワンは、伊藤一次さん、伊藤さん、はい、これはすごいなと思ったのは、はい、映画で僕共演することになりました、はい、伊藤さんと、はいはい、ほんでね富士山の麓にある、はい、もう本当田舎の3階建ての旅館みたいな、そこの3階に僕と伊藤さん、泊まってたんですよ、でまあいつもその映画の撮影が遅いので現場でご飯食べるんですけど、その日だけたまたまちょっと早めに終わって、斜め前に一軒だけ居酒屋があるんですよ、ほんで「ジュニア斜め前のあっこ行こうか」言って「あっお前ですか、あお願いします」言って、ほら鍵をどうすると、これを撮影の時はもう絶対フロントに預けて撮影行くんですけど、斜め前やしな、これどうする言ってたんですよ、ほんでもう兄さんも斜め前なんで、もう預けんと持って行ったらええんちゃいますか、そうやな言って、ほんで預けずに行ったんですよ、で居酒屋でご飯食べて、ほんで伊藤さんにご馳走していただいて、ご参したー言って、ほんで帰ってきたんですよ、帰ってきて伊藤さんポケットから鍵出してフロントにドン置いて帰っていったんですよ、出ないのもうほんまにな、
構噛み違っちゃった。2階の踊り場でちゃうわ言うてたんだめっちゃ言うて焦らんと、ちゃうわコンパで1回ボロクソに言うてた女と後日手繋いで歩いてたどう、いや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 。NSC の時に初めて吉本からもらった仕事なんですけど、まあ、あのバイトみたいなもんなんですけど、あのちょうど当時花博っていう博覧会がありまして、それのバイトでファーゴス一家っていうイリュージョンの人間がやってくる、それを動物だけ先送ってきよるんですよ。んでライオン2匹とトラ3匹、クロヒョウ、チーター、もろもろの動物を世話する1ヶ月ぐらい、前その先乗りの動物の世話をするんだと、餌とかもあげなあかんのやねんけど、もうめちゃめちゃ怖いんですよ、ああいうの。猫のちょっと大きいとかのレベルちゃうんですよ。もうちょっと餌あげよう思ってもガーってこう俺にガーン当たってくるぐらい で、はい、でその当時その吉本の仕切ってた人に、これは絶対危ないですと、僕ら素人が手出せるもんちゃいますよみたいな、いや大丈夫やって、このライオンたちはその飼い主が生まれた赤ちゃんになってすぐ親から話して引き取って、もう向こうの家って広いからそこで家の中で話し飼いやと、だからもう人間を同じは思てる、だからそれもじゃれてきてるだけで怖くないねんって、って言うて、ほんまですか、絶対怖いですけどって言いながら、こうちゃんと檻の中入って餌バッて置いてやってたんですよ、ほんで1ヶ月後その本体ファーゴス一家の本体がやってきたんですよ。おー、ファーゴス一家で、まあ一応顔合わせみたいな、僕もその今まで1ヶ月世話してくれた子やでみたいな紹介を受けて、で向こうのその飼育係とハロー言うて握手して、パッと顔を上げたら、見たことない傷ですもん。絶対行かれてるやんっていう。三本のハロー言って。びっくりしましたよ。こうなるとこやったんや。こうなるとこで、ほんでその餌やりもちょっとどんなんやってやるんやろ見たら、もう外からドアも開けんと、あの柵の大きさに肉切って、うわー。開けへんの。危ない。2年ぐらい前に、あのこれ個人タクシーに乗ったんですね、まあ、私服の運転手さんで、で僕が乗って行き先告げたら、これどうぞって言って、なんか和紙に包まれた何かをくれたんです、で、って開けたら飴なんですよね、これ飴ですかって言って、あのうちの家内がなんかこんなん作るの好きでねと、でこれ乗ってもらったお客さんにこうやって配ってるんだよ。 There's a light in your eyes. It tells no lies. A warm glow that brightens up the darkest skies. Every time you laugh it feels like homeWith a heart like yours, you'll never be alone. Shine that smile, let the whole world see the love you give. It sets us free in every moment, in every mile. Life gets better when you shineIn the hardest days when the sun won't show, it's your smile that lifts, helps the flowers grow. Through the ups and downs, you're my guiding light. Even in the storm, you make it right. Shine that smile, shine that smile, let the whole world seeThe love you give, it sets us free. In every moment, in every mile, life gets better when you shine that smile. In the hardest days when the sun won't show, it's your smile that lifts, helps the flowers grow. Through the
send out your light, guiding light through the seasons and the years. Your smile's the song that calms my fears. In your embrace I find my way. So let's shine that smile today. Shine that smile, let the whole world see. The love you give, it sets us free. In every moment, in every mile, life gets better when you shine that smile. Shine that smile, let the whole world see. The love you give, it sets us free. In every moment, in every mile, it's better when you shine that smile. Yeah, life gets better when you shine that smile. So keep on shining, just shine that smile.